の、はい、このはい、いいですか。あ、もう回しちゃいました。回しちゃいました。はい、あ、ちょっとマイク切ります。あ、全然いいですよ。はい、え、マイク切りますね。ああ、聞こえますか？聞こえますか？聞こえますか？アドリスナーの皆さん。よいしょ。あれ？コメントがなんでこんな感じになってるの？聞こえてる？了解。ちょっと待って。あれ？コメント欄がバグってんの？え、なにこれ？コメント。あ、これだな。なんだろう。なんでこんなバグってんだ。さっきコメント見えてたよね。あ、来た。よいしょ。コメント、あーってみんな書いてよ。ういっすー、お疲れっすー。よいしょ。もう僕は、あれですよ。ニート君たちと一緒に生活したり、愉快な仲間たちを引き連れて一緒に旅してる感覚ですよ。毎日毎日。ありがたいですね。そうですね。そうしていただける皆さんいて。保証もそうだし、こう食わせてくれてる人も嬉しいし、もうなんだかんだ叩くやつも、なんだかんだもう、なんかファミリー化しちゃってるっていうか、まあそういうこと言うと、お前なんか家族じゃねえよって言うんですけど、もうなんか、もう何年も叩かれると、さすがにもう情が湧きまくるっていうか。はい。なんかもう、切っても切れない。セーターで、これ肉の方にかけるんですかね。これ肉の方にかけるんですよ。ええー、これうまそうっすね。めっちゃうまいですよ、これ。しはい。かも400何十円っていう。やばいっすね。これ最高のコスパですよ。これいいっこすれ、おね。腹いっぱいです、これ食べたら。セブンイレブンやばいな。え、電源が？なにこれ。配信見えてる？え、配信見えてんの？これ。映ってる？みんな。え、なんだこれ。配電信、波弱いのかもしれないです。電波弱いのかな？見えてる？なんか今エラーみたいなのが出た。ダメなのかな？うわ、すげえ。え、これ、多分関西にしかないな。見たことないです。焼きそば、鶏飯。あ、見えてんだ。ありがとう。見えてんだ。いや、いいっすね。めちゃめちゃいいっすね。本当ね。豪邸じゃないですか。ありがとうございます。いや、すげえ。寝る前に少しだけ来た。ありがとう。お疲れっす。お疲れ様でした。え、でも、マイホームっていいっすね。憧れます、本当に。俺も、金、もし成功したら、あれだな。いや、田舎に行こもう本当にう。はい。紹介します。はいや、い。もう本当にね、森下さんもそうですけど、本当変な話、200万、300万で結構いいお家買えるんで。でも、もうこれ、いや、単純な不動産のプロに聞きたいんですけど、なんか、少子高齢化で人口減っていって、で、空き家がとんでもない量あるわけじゃないですか。不動産で価格暴落すると思ってるんですけ暴落しど、ます。してます、すでに。あ、そうなのか。はい。
だからマンションとか今買うやつ頭おかしいんじゃねえかなと思って、まあ都心の方とかで値が上がるんだったら分かるんですけど、はい、でもまだあの根底に、はい、なんかこんな時間にシリアスな話していいのかなと思うんですけど、はい、3200万の、はい、皆さんお家買うんですよ。はいはいはい、そうですね。要はそれってでも公務員とか、いやいやいや、実はねそれは3200万のお家を、はい、ローン組むわけじゃないですか、はい、35年で、はい、で金利も安い高いとかって言っても、はい、結局なんだかんだ 2% から 4% の間なんですよ、はい、でそうすると会社終わる頃、はい、7000何百万払うんですよ。え、7000何百万、ああ、トータルですか。はい、え、だから金利の3500万の3500万の融資を受けても会社終わる頃には7000何百万払ってるんですよ。複利でってことですか。その 2% の複利でです。やば、だって3500万 3% 組んだら年間の金利が100万円です。それを分割して払うだけだから毎月12万円ぐらい平算しても8万円ぐらいは、うわ超怖え。だからあれ、こんなこと言っていいのかな俺。いや、言いましょうよ、言いましょうよ。だからえ、これ超いい話じゃない。よくよく考えたらそうですよね。3500万で家買うっつってもローン 2% で組むっつって35年でローン組んだら、はい、トータル3500万かかるって話です。かかります、はい、やば。35年間なんか、はい、まあ、体調不良になる、はい、あの病気になる、はい、まあ、仕事クビになる、はい、仕事クビになる。例えばお子さんが、うん、難病を抱えて、うん、やし支える、うん、非常にリスクなんですよ、うんうんうん、リスクが何者でもないんですよ、うん、だったら、まあ、本当にそれこそ、まあ、賃貸とかで本当に数百万円でも蓄えて、はい、今本当に500万円以下でいい家買える時代なんで。ですよね。で買ってしまって、はい、いいんですよそれで、うん、いいんですよっていうのあれなんですよ。でもそうですよね、中古とかで住める家で、はい、でもどうなんですか、なんか築何年であと住めるって言っても別にボロい家にずっと住んでりゃいいんですよね。リフォームしたりとかなんか法律あるんすか。いや、というかそのボロい家じゃなくてちゃんとしたお家が安く売ってんすか。500万円以下で買えるっすよ。やば、うん、うん、なので、はい、普通にいい家買えるっていうですよね、うん、なのでっていうかその話今のすげえな。よくよく考えたら金利 2% とか 4% が相場で、うん、トータル払い終わる頃にはでも、いや絶対やっちゃダメなのはワンルームマンションを駿河とか SBJ で 4% 5% の金利で買うのが一番やっちゃダメなやつです。これ多分こんな配信したら本当に多分めちゃくちゃ叩かれる分かってるんですけど、うん、まあ言っちゃいますけど僕、うん、ダメなやつなんで言っちゃいますけど、はい、うん、だからできることだったら、はい、ワンルームマンションも買った時の、はい、だからキャピタルゲインは確実に負えないんですよ。はいはいはい。だからワンルームマンション1500万で買って、はい、2000万円で売れる見込みがあるんだったら、はい、そこに対する勝率が少なくとも 50% や 65% 以上あるんだったら、うん、買ってもいいと思うんですけど、その根拠がなければ買うべきではないです、はい、なるほど、はい、へー。だから、うん、と僕は個人的に思います。よくよく考えたら普通にサラリーマンやって一軒家持って成功だよって30代でって言ってるけど、よくよく考えたら超金利背負わされるみたいな。だから要するに税金の奴隷ですね。ですね、うん、怖っ。だから少額でもいいので、うん、貯蓄することがやっぱり大事だと思いますね。うん、たった1万冊500枚ですよ。はい、うんうん、だからモチベーションがそこに向けば、うん、貯蓄できると思うんで、うんうん、家を買うっていうなんかそれ、はい、大まかな夢よりも、はい、500万円って結構到達できる数字じゃないですか。確かに普通に、いやだから僕、はい、今去年6万のアパート住んでるけど、はい、生活保護だった物件じゃないですか、はい、で収入が良くなったんで、うん、のんちゃんとあそこの生活とかいろいろ考えて、はい、ちょっと広い家に住むかって考えたこともあったんですけど、うん、更新の時期来たから、いやここでちょっと踏ん張って稼げる時に家賃上げないで絶対踏ん張るべきです、うん、だって広い家は何も生まないのでですよね、うん、踏ん張って本当1万円でも、はい、月間1万円でも2万円でも多く貯蓄することですね。うん、うん、で買ったら次からその6万円すら払わなくていいわけですもんね。はい、だから
2000万3000万貯めようってモチベーションを多分人間保てないんで、無理です無理です、今のところ無理です。ただ、まあ、要するに400万500万で保てるので、はい、もうそこまで頑張っちゃえばいいですよ、ちょっと燃え尽きれば、はい、そしたらいいと思うんですね、うん、なんか、うん、モチベーションの向き方的にも現実的なんで、うん、でもう絶対ね、あの地方とかでもければ、はい、まあ、東京大阪名古屋とかは無理かもしれないですけど、うんうん、ちょっと外れば例えば愛知でも、うん、江南市とか、江南市ちょっとマイナーですけど、はい、ちょっと市街ドーナツ化のところだったら平気で出てきてます、うん、もう1000万以下なんでさらに、なのでもう500万600万も平気であります、うん、ドーナツ化よりちょっと先だったら、へ、だからもっと本当にやっぱり人生って夢とロマンじゃないですか、確かに、うん、だからそのなんか経済的な物質的なものにとらわれるより、はい、うん、夢とかロマンを追っていきたいじゃないですか、わ、うん、かりますわ、はい、かります、なのでそこに対するモチベーションが宿れば貯蓄でできると思うんで、うん、そうしたらいいかなって、まあ、それは僕はっていう不動産うん、うん、長いので、へえ、あとで金利計算してみよう、もう恐ろしいですよ、ホームフー、はい、うん、岡山いるよ、明日もいるから店飲み来て、あのバーヘソ、うん、岡山の飲み屋の、あ、飲み屋の相場って言ってもあの辺飲み屋ないですもんね、ライバル店がないでしょう、うん、だからそこ計算しなくていいのか、そうですよね、飲み屋街から外れ、でも逆にだから勝負できるっていうのもありますよね、まあそうですね、だベラボーに家賃安いので、うんうん、まあ、ベラボーに安く提供しても、うん、まあ、なんとかなできるっていう感じかもしれないですね、うん、やっぱり家賃高い店だと7000円高めないと、そうですね、はい、あれなんで、まあ、逆に、うん、まあそういう、うん、まあ居場所というか、はい、居場所みたいなとこになればいいなというふうに思いますけど、うん、いいお店でした、ありがとうございます、はい、内装がかっこよかった、うまこれ。めっちゃうまくないですか。これご飯やばいっす。超うまいっす。めっちゃうまいっすよ。はい。タレがやばい。だから。セブンイレブン関西の方がうめえかもしれない。うま。いや弁当食った。セブンイレブンの。味が違う。なんか売ってないやつがある。なんか焼きそばと半分に、うん。鶏飯でタレかけんだけど、タレがうまい、うん、味もちょっと濃いめですよね、なんか、そうですね、うんうん、うまいっすね、っていうか、やばい、全部部屋見せてもらったけど、わけわかんない、ここ3階ですか、2階ですか、ここは、ここは3階じゃないですか、3階ですね、はい、うん、今いるの3階13LDK マジだった、うん、笑うよほんと、うん、いや食ったっすね、いや豪邸だよマジで、超豪邸なんだけど、いやごちそうさまです、うまかったです、430円の弁当ですけど、いや全然、僕普段セブンイレブン愛用してますから、だからたまにリスナーさん言うんですよ、はい、セブン&アイホールディングスは少し和道にギャラを払うべきだって、あのそういうフォローが入るんですよ、うちのリスナーさんから、はい、あ、和道さん作った俺、はい、タバコ一本もらっていいですか、あ、もちろんもちろん、すみません、はい、ありがとうございます、飲食後の一服が最高ですね、一服、最高ですね、生きてて優越、生きててよかったですよ、へえ、なんか今やりたい授業とかないですか、なんかこういうことやりたいなみたいな、まあ今の授業をでかくするとか、はい、なんか、うん、授業そあんま、だってもうオーナー業でしょ、いやいや、もう全然現場出ますよ、現場出ます、もう家も売るし、ビルも、ああ不動産の方も、うん、ビルも売るし、アパートも売るし、うんうんうん、
まあ、ワンルームマンション売らないですけど、はい、あの、うん、え、岡山でも全国の物件扱ってるんですか今。え、どういうこと。全国扱いますよ。へえ。全国、あの、まあ、でも本当になんかニッチな、はい、ね、はい、ニッチな、はい、会社なんで、うん、もう本当にそうですね、うん、もう本当に、ま、パートナーが多いのが、うん、あの、まあ、税理士さん、相続士さんとか、はいはい、そういった方が多いので、はい、まあ、ちょっとまたお家のからくりがあるんですよ。日本さん、お家のからくりって教えてくださいよ、はい、これがね、また、はい、またビジネスの話になって、はい、申し訳ないですけど、うん、大好きですよ僕、はい、ビジネスの話大好きですから、はい、あのうちのリスナー社長さん多いんですよ。あ、本当ですか。だから、はい、面白い話してるなってなると思いますが、そうですか。あの結局その相続って、はい、いい時と悪い時があるんですよ、はい、例えばお家とかって、はい、あの、まあ、例えば、ご尊父であるとか、まあ、ご尊父というかごめんなさい、ちょっと元様とか、はい、お母様とか、はい、ご親族が、はい、残された場合があるじゃないですか、はい、まあ、住宅なりビルなりアパートなり、はい、でやっぱりそういう資産残す方って、まあ、大なり小なり貯蓄があるじゃないですか、はい、で日本の税金ってもう本当先進国でもう半端じゃなく相続税高いんですよ、はい、あ、しかも3代続いてゼロになるってやつですよ、ね、ほんまにもうえげつないんですよね。だから相続した瞬間に、はい、じゃあこの中古の家を相続したら700万税金払ってくださいとか、はい、800万税金払ってくださいってあるんですよ、はい、でそれ考えたら、はい、700万800万相続税払って、はい、売るときにですよ、日本の不動産で暴落してる中で、はい、相続税って例えばですけど、その不動産相続で何百万払って、はい、売りに出したら実はその金額以下だったら赤字ですよ。うん、はい、1億の不動産を相続しました。不動産相続しました。で相続していろんな相続税が査定が出ますよね、その、はいはい、でそれが1億っていう値段が出るんですか。で1億とかじゃなくて、はい、例えばまあ、現金2000万、はい、3000万残しました。2000、3000万で不動産を2000万3000万残しました、はい、そしたら 4,5000 万円じゃないですか、はい、でそこに対して税率かかったら、はい、2000万ぐらい持ってかれるわけじゃないですか、はいはいはい、国に、はい、2000万円以上下手すれば、はい、下手すればっていうか、はい、多くのケースは、はい、半分近く持ってかれるわけじゃないですか、はい、まあ、もう控除とかもあるんですけど、はい、まあ、ちょっと控除とか抜きにしても、はいはいはい、でも、まあ、まあそれちょっとオーバーな例ですけど、はい、ってなった中で、はい、相続して売ることがリスクっていうケースもまあ、たまにあるんですよ、はい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 、ほとんどはメリットありますよ相続したら、はいはい、ただその中には、まあ、昔は相続したらメリットがあるのがほぼでした、はい、20件あったら、はい、多分18件19件は相続したらメリットがある時代でしたけど、うん、今ってこの不動産価格下落するけど、はい、国は税金取りたいから固定資産税はそのまま据え置き、はい、ってなってくると相続をした時に払った税金よりも安い金額で不動産安い金額でしか不動産が売れなかった場合、はい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 、で結局トントン下手すれば赤字になりうるわけじゃないですか、はいはいはい、だからもう面倒くさいから、あのもう本当に、まあ、例えば1000万ぐらいの価値があったとしても、はい、もうリスク処分だったら100万200万でもう手放したいとか、はいはいはい、で結構あるんですよ。へー、あ、まあでも分かりますよね。要は土地の資産とかもう売れないって分かってて下落しちゃって、昔のそのなんか本当に、はいはい、不動産屋さんみたいに1000万の価値があるって分かっても200万、はい、300万で買うよとかじゃなくて、はい、いやもう単純にありますよと、1000万の価値あるし800万、はい、700万も出るかもしれない、はいはい、昔は土地上がり続けてたわけだから、はい、まあ、払っても財産資産が増えていくからいいやってことですよね。だけど土地が下落していく時代っていう前提になってるから、うん、例えば1000万とか2000万とかの税金払ったとしても土地自体が300万とか500万とかしか残んなかったらなんだこれってなるから、そう、もう放棄しちゃうってことですか、ね、考え方の、そう、ロジック的には、はいはい、800万円、まあ、700万円相続税とか、はい、まあ、税金払うとして、はい、家が例えば、はい、1000万で売れるって言ったら200万円はありますよね、はい、メリットが、はいはいはい、だけど200万円しかメリットないんですよ。それ逆に言うとはそうですよ、ね、逆に200万でどうぞっつったらっていう、だから要は200万しか残らなくて800万国に取られたってことですよね。そうです。だから僕がやってるのはこれ国を敵に回したかもしれないですけど、はい、だからそこの税金を挟むのやめようぜってあの変な話。いやっていうか、うん、で続けてください。そう、はい、そうするとだから200万で、はい、まあ、あの買ったとしても向こうとしては200万で200万持って帰ったとしても、はい、そんな100万円しか、はい、100万円でリスク回避ができる、はい、っていうのをメリットにもなりうる。
なるほど、はい、なのでだから騙すような商売したくないんですよ。なるほど、要は得をする商売ってことですよね。じゃあ、まあ、得というか、まあ、リスクヘッジに、リスクヘッジになる、そうリスク勝負だったら、はい、まあ、多少とか随分安くなるけど結局税金持ってかれちゃうから、はい、相当田舎の話よだって、まあ、もちろん田舎の話、そうそう、うん、だからその今前提と不動産屋さんね、前提となってる条件が多分今来たんだよ、不動産屋来た来た来た、こういうのが楽しいの俺今ね、前提となってる話が社長がやってるのってなんで田舎でその不動産屋始めたのっていうところから始まってるので、社長のファーストの条件っていうのが東京とか名古屋とか大阪とか、まあ、北海道のね、そういうところ以外の話っていう前提 OK。そうだから相当田舎の話でしょ、正解正解正解、多分今来たからわっつっていい話してんなっつって、はいはい、しかもこの不動産屋さんめちゃめちゃいい人で、はい、僕に話バンバンくれるんですよ。ありがとう。だからこういう話多分プロなんでなんか面白いかもしれないですよ、はい、情報交換しましょうで、うん、その考えたのが、うん、結局100万200万で、はい、我々不動産業者っていうのは、はい、まあ、はっきり言ってその税金かなり優遇されるわけですよ、はいはいはい、業で行うので、業で行うので優遇され、はい、個人で買って、はいはいはい、あそっかそっか、個人で300万で買って、はい、個人で1000万で売れたら、はい、700万再起出るじゃないですか、はい、700万に対して短期譲渡所得って利益で、うん、また税金持ってかれちゃうんですけど、へ、まあ、そこは不動産会社だと、はい、まあ、かなり優遇されるわけですよ、はいはいはい、まあ、単純法人税は来ますよ、うん、利益が出れば、はい、ただ事業として扱うので、はい、まあ、税金の概念がちょっと個人とか一般の方と違うわけですよ、うんうんうん、それが宅建業者の一番の魅力だと、はい、僕は思ってます。なるほどなるほど、はい、まあ、修行で独占だっていうところですよね。そうそうそう、うん、だけどまあ、それでもいいんですけど、はい、まあ、今グローバル化が進んで、はい、ネットでも売れる時代で、うん、一斉に配信できる時代じゃないですか、はい、で結局どこの不動産屋でも同じ商品扱える中で、はい、例えば自社でその安いもの、うん、安いものっていうか、まあ、その結局もうグロスまで明かしちゃうわけですよ、うんうん、考えたらこれで800万の価値ありますよ、はい、でもうち200で仕入れてますよ、はい、200なり300なり、うん、で、まあ、はっきり言ってもう現状ですよと、はい、リフォームとかしたら高くなっちゃうんだと、まあまあそういうことですね、内側買って、はい、陶器入れて、まあ、陶器はもちろん入れますけど、はい、まあ、リフォームしてなんだかんだ分かった俺ね、一言でいいですか、はい、すっげえ分かってきた、逆張りやってんだ今、そうです、ね、要は普通の不動産がやってる逆張りっすよね、そうです、完全な、うん、分かったでしょ、普通の通常の不動産の真逆でしょ、都心部の物件で上がる物件を要は育てたりとか守れますよとかこの土地伸びますよっていうのをターゲット狭めていってるじゃん、普通の不動産やってこの考え方だけど、はい、逆やってるんだ、要は価値がなくなって下落していって損しますよねっていうところから、そうそうそう、だったらこういう提案をしませんかっていうことなんだ、面白い、そのアイデアどっから来たんですか、いやもうアイデアというか、でも不動産屋さんって普通この社長の言う通り真逆っていうか、はい、俺逆張りやってるって印象だったの今話聞いて、なんでこの発想になったんですか、いや発想アイディア、僕アホみたいにこう全国飛び回るじゃないですか、はいはいはい、でまあ、なんか知り合ったりすると、うん、たまたま多いんですよね、あのなんていうか、はい、いやそのさもうさうちさでじいさんがさ残してるからさ、はいはいはい、まあそういう時代になってきましたよね、で買ってよみたいに言われるんですよ、彼女がそうすも今だからお父さんの相続どうするって、だから今相続問題がめちゃくちゃだから、はい、めちゃくちゃだから大変だっつって、もうなんかのりこのご家族さんも大変だっつってテンパってるみたいよ、まあのりこ感知してないみたいだけど、昔みたく景気も良くないんで、我々が200万300万で買って、うん、リフォームして1000万で売りに出しても売れないですよ、はい、売れない、だって土地がどんどん下がってるから、じゃあ中古の家買おうかとか安いアパート賃貸で借りようかってなるもんね、そうだったら、うん、売り物にならないわけですよ、面白い、商品になってないんですよ、仕入れることができてもいいね、香ばしくなってきたね窓の放送ね、楽しいでしょみんなこういうの好きでしょ嫌い、これなんか僕好きですよこの枠、ちょっとあいいっすか、ごめんなさい、もうね仕事後なのにこれが和道放送でしょ、楽しいよね、うん、へえ、もうだったらだからもう、はい、はっきり言って、はい、でも300万400万だったら、はい、一般の方でも手が届くわけですよ、うんうん、もう全然、はいはいはい、むしろ夢ありますよね、だから僕なんか300万で家手に入るよって、ただその売ります売りたいです、だから本当に300万400万で家買えるのって人に売りたいんですよ、うんはい、ね、夢あるよね若者からしたら、だって俺らローン組めねえよって就職がなんだっつってるけどさ、彼女と二人でさ月ね頑張って貯めて500なら届かない額じゃないですもんね、300、うん、好き好き楽しいとかなんか、はい、結構悪いっすね、逆に言うとどんなに属性弱くても、うん、
それこそ300万の家買うじゃないですか。だから要はスローライフとの提案でもあるし、あ、そう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 、うん、田舎でのんびりその500万でもしっかりした家手に入りますよ、新築ではないけどってことですよね。40万の給料で、はい、まあ、商社とか勤めて、はい、でローン返済とか、はい、いろいろ税金控除されて、はい、カツカツの生活するのもええんですけど、はい、もう現金貯めちゃって、はい、田舎に越して、はい、で家現金で買っちゃってるわけですよ、はい、根底に、はいはいはい、まあ、少なくとも、まあ、まず買うっていう第一の案、はい、でそしたら、はい、例えば地方に就職して、はい、給料23万です、はい、手取り18万です、はい、家のローンないんですよ。かなり豊かな生活ですよね。ですですよ。だって僕家賃6万浮いたら超ウハウハですもん。だってじゃあぶっちゃけた話、その30万その配信で稼いでます、でなるじゃないですか。それでギリギリで10万貯めます。10万だと1年で120万じゃないですか、はい、3年で230万。僕みたいな超ドカソの配信者とかでも3年で300万貯めたら今後家賃払わなくて、いい、しかもそれが6万が、これ第2弾ここで差し出すわけですよ、はいはいはい、だって800万の価値のあるものを300万で買うわけですよ。300万で買えるという前提で話します、ねはい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 、そうすると、で150万貯めちゃってます、例えば1年半で、はい、で残り150万ですよ、はい、で銀行に行くじゃないですか、はい、これ300万で俺買うんだけど800万の価値があるんだけど、はい、150万現金で貯めたから150万だけ貸してよって銀行に言うとするじゃないですか、はい、貸しますよ。あ、まあそうだ、属性がいい人に、そうだわ、そうだからで150万だって住宅ローンで10年で、しかもそれが担保になるわけですもんね。担保です。いざとなれば売ればいいですから売ればいいし、そう、それ価値スキームじゃないですか、その、まあ、だからそのでもどこでも買えるんですか。あ、我々ですか。そうだって我々200万で仕入れたら300万で売るわけです、はい、100万、100万儲かります。あ、綺麗な、綺麗だ、まあ、綺麗というかその、まあ、でもなんでこれやってる不動産屋さんいないですか。いや、いますよ、たくさんいるんですか。いますけど、はい、うん、だからその量、まあ、僕はまあはっきり言ってこう、はい、ちょっと、まあ、趣味に近いというかごめんなさいね、だからはっきり言ってだからめったに出ないわけですよ、はいはいはい、出ても本当に年に、うん、まあ、7、8件とか、はいはいはい、最近ちょっと問い合わせ増えてきたので、はい、ちょこちょこ依頼は来ますけど、はい、だからそんなに出せないんですよ。これだから例えば社員抱えて5人で、うん、よし、はい、イケイケどんどんで営業会社でやろうって言っても養えないです。なるほどなるほど、はい、だけど例えばもう話が回ってきてこういうの抱えておいてストックで需要と供給が合えばいけるよっていう話なんだ。そうです、まあ、ただこれ レベルの個人レベルの話じゃないですか、はい、でも地方創生今国が推してて、はい、石破さんとか、はい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 、で地方創生やるんだったら、はい、ここのスキームを国が導入すれば、はい、もっと豊かになると思う、ね、確かに確かに、だから国がもう税金緩和して、はい、まあ、少額の家だったら税金かなり安くするよとか、はい、そしたら地方の働き手不足も解消する、はい、でこんな不景気なのに、はい、まあ、これちょっと岡山の田舎ですけど、はい、まあ、岡山でも田舎なんですよ、ここは、はいはいはい、ですけど、はい、みんなもう求人困ってるんですよ。だから不景気言う割には、うん、もう都内に人が寄っちゃってるだけ ですよね、もっとバランス崩れてるだけなんですよね。そうそう、そういうことなんですよ、うん、ザッツライトですね。ザッツライト出た、うん、ザッツライトいただきました、ありがとうございますすいません、ごめんなさい、うん、限界寝ます、渡辺さんありがとうね、うん、ねえ、面白いよねこういう話ってね。でも俺よくよく考えたらそのなんかそのさっきの話が一番面白かった。あの3500万の家買いませんかでローンが通るっつうんじゃん。ローンが 2% から 4% ぐらいなんだって。でそれって35年ローンとかで組むんですよね、まあ多くは。でその時の金利がトータル払い終わる時の金額が7500万になるっていうのって、まあ、まあ7500万、まあ、まあ金利よりますけど、うん、まあ、まあ、少なくとも6300万は超える、ね、だから2000万とか上乗せぐらいで払ってるってことでしょ。もう本当倍近い、倍に近いが、それってみんな分かっててサインしてんのかね。それってアホじゃないの、なんでそんなことやってんの。え、だからそれは今住んでる家と同じぐらいで一軒家手に入れられますよとか、要は別のメリットだけ与えて売ってるってことでしょ。まあ、あながち嘘じゃないんですよ。家賃も確かにあの、はい、自分の資産にならないものなので、はいはいはい、だけど、はい、だけどリスクがあります、たくさん。なるほど、うん、いや面白いな、ビジネスって面白いな
こういうのなんか好きなんだけど俺。出荷量出せればすごく本当にいろんな方にこう、はい、夢とか希望を与えることができると思うんですけど、うん、ただまだまだ出荷量が少ないので、お出荷量増やせたらワンチャンあるかなみたいな。いやビジネスって面白い、うん、吸います？そういう時に吸ってください。まあね、ちょっとなんて行き巻いてみましたけど、全然ただの雑魚なんですけど、あのまあ、ただね面白い、もうちょっとこう、はいね、あもう相続で大変だからって人が手を挙げてくれるような時代が来れば、うん、チャンス来るなっていう、うん、もう住宅もだって持ちますもん、木造、はい、うん、25年しか持たないよとか言ったって、はい、もう全然40年住めますし、全然住んでますもんね、うん、田舎の方行ったらそんな腐るほどありますからね、うん、面白い、頭いいっすよね。いやそんなことです。たまたまですよ、たまたま、うん、3500万の借金と一緒、福岡で銀行と一緒に一棟売りしてるけど金利 0.6 ぐらいだよ。まあそれはやっぱ裕福な方はありますね、全然、うんうん、ただでも結構ね、うん、なかなか、うん、金利出ないからっつって、うん、あのまあ、最近外資系も多いんですよね、うん、ヨッピーごめん、ありがとうね、ヨッピー来てくれて。ただね、カレー NG ワードだから、うちカレー NG ワードだから、うん、Airbnb みたいに廃れた家をリノベーションしてから民泊に使ったりはしないんですか？しないですね、うん、あの多分管理ができないですね。なるほど、まあ、自分は武将なので、はあはあ、あの、うん、まあ、合ってるか合ってないかですよね、うん、経営スタイルとか。でもすごくもう話聞いてるやってる業者さん、うん、同業でいるんですよ、まあ、非常に儲かってるし、うん、ていうか僕もやってましたからね、うん、あのあれですよ、成田でやってた時やってましたよ。あ、ほんますか、はい、儲かると思うんですけど、儲かるけど管理がめんどくさいです。うん、そうなんです、ね、超大変です、そうなんですよ。だから何だろう、こじんまりと一人のオーナーで3店舗とかだったらうまく回ると思うんですよ。コンセプトつけたり綺麗にしたりとか、うん、遊びでやったり。でもそっから先ない、うん、と思った。だから一人が食っていく分ぐらいは全然稼げるんだけど、ちょっと厳しい、見えないね、うん、ありがとうね、ヨッピー、超楽しかったよね、え、綺麗な人で、うん、うん、あ、明日暇だったらおいで明日会えるよ、うん、また東京来たらね、声かけたよ、 LINE 飛ばしてよ、うん、面白かった。へえ、田舎でもスーパーとか学校近くにある古民家は魅力的だってテレビで言った。まあそれ全然魅力的ですよね。魅力に、空気美味しいし、うん、いいと思います。本当に、そうなってほしいですね。もっと本当に田舎に目を向けていただける時代が来たらありがたいですね。うん、面白い。だから家とかもさ、見せてもらったの、 13LDK 超面白かった。都内で買えますか？都内の話じゃないよ。都内は厳しいですね、うん、都内で今の話したら何言ってんのだよ。うん、愛子さん誘っていいよ、全然全然いいよ。愛子さん多分俺のこと嫌いだよ。、うん、でも不動産屋がメインじゃないっていうのがまた面白いですよね。好きなんでしょうね、うん、その不動産は。不動産好きそうですね。好きですね、やっぱり、うん、あの、いや、カレーの話で、もうやめて、カレーの話は傷ついてるから。うん、ごめんなさい、話を。いや、とんでもないですよ、うん、いや、楽しかったな。岡山いいな、人がいい、うん、人が抜群にいいし、なんかみんなギラギラしてるっていうか夢を追いかけてる感じがすげえ良かったな。そう希望に溢れてますね。なんか夢とロマンがあるんですよ。僕降り、駅降りた一発目の印象、はい、子供がキャッ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 遊んでるんですよ、公園の噴水とか、はい、若い子が駅前通ってて、はいはい、おじいさん、おばさん、みんな子供とかバランスいいんすよ。ああ、なんか、なんつうんだろう、これ理想郷だと思ったんですよね。岡山良かったよ、なんか本当にね、なんつうんだろう、要は新宿とかにずっといるからもう疲れるんすよ、向こうから人波がぐわーってきて。もうなんか僕それをカタカナで人間って呼ぶことにしたんですよ、はい、もうロボットみたいにこうザッ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 って歩いてこうザーって揺られて、はい、もう思考停止でずっともうサイボーグのようにターミネーターのように働くのを、もうこれは人間だと、で俺らは本物の人間にならなきゃっていうのを本当に思ってて、
そう、人間との戦いですよ、和道ね、和道リスナー、そう、人間の心を取り戻す、人間たちに人間の心を取り戻す戦いだから。岡山ご飯美味しいね、ラーメン食った。都会の人歩くの早いつかね、疲れるよ都会は。すげえ楽しい、なんかね、楽しそうに仕事してんの本当にみんな。多分でもそれ社長の周りの人だからっていうのもあるんだろうけど、楽しい、すごい。うん、面白。あ、ていうか、はい、僕実はこの配信だけじゃやっぱ怖いっていうのがあって、事業をいつかのタイミングで稼げるようになった事業を復帰したいなと思ってたのが、やろうと思ってたのが実は映画作業所だったんですよ。あ、だからこの前のお話で映画作業所もうダメですよってなったじゃないですか。だから衝撃的でお話聞いた時にどうしようとか思って、夢なんか障害者が働く場所ってぶっちゃけな話、そのメンタルやられてる人、僕のリスナーさん多いんですよ。僕もやられてるし、発達障害で。だからなんかうまいことなんかないかなとか思ってずっと模索してるんですよね。で映画作業所で働いてたと思ったのが、映画とそこの会社はですよ、漫画描かせたらめちゃめちゃイラストうまいし、ラインスタンプも作れるし、ウェブデザイナーもアニメーションとかも作れるし、何でもそういうなんていうんですか、特化した能力があって、そのウェブとかのに特化した人とか都内に溢れまくってるんですよ。ただそれが鬱だったりとか睡眠障害だったりとか、なんか3級2級程度の障害でその社会復帰がなかなか難しくてって言ったから、なんかその障害、自分の中でその僕27で分かったんですよ、発達障害の。要は生活保護を受けててどうしようってなった時に言われたんですよ、もう、うつだから病院行った方がいいっつって。って言って、うつ病はうつ病で統合失調症も出てたんですよ、もう幻覚見えてたし。で、その時に言われたのが、半年間によくわかんねえ、よくわかんねえって言われてて、ある日ですよ、超優しい女の先生が、僕に向かってこう言うんですよ、始末くんって。リンゴと梨は同じだよねって。もう完全に馬鹿にされてると思って、いや違いますけど。リンゴと梨、え、何が違うのみたいな喧嘩吹っかけてくるんですよ、先生が言ったり。で、いや、リンゴと梨って別の果物じゃないですかって言ったら、いやいや、世間ではリンゴと梨一緒だからって言って、40分間もう頭きて、もう激論になったんですよ、はい。で、もう二度とこねえや、こんな病、クソやべえしゃーって、ダーン叩いてバッと出てって、でも悔しくて、なんか医者にこんなふざけたたいて取られたって言って、悔しく生放送で喋ったんですよ、はい。リンゴと梨は同じ植物なのかみたいなこと言って、で、和道は正しいよ、和道は正しいよって言ったら、ちょっと待って和道ってコメント欄に、はい、私実は隠してたんだけど、もう付き合いあるリスナーさんで、はい、私ね、精神科の看護、そういう仕事で働いてるのって、で、それって有名なテストだよって言われたんですよ。要はアスペルガー症候群って、普通の人がこう協調性があったりとか、そうだよねっていうと折れないところあるじゃないですか。その、なんていうんですか、1冊1冊2、2以外はでこうのめり込むっていうか、他は認めんみたいな。で、それリンゴと梨のテストってすごい有名なテストで、あれは何を先生はしたかったかっていうと、あなたがその社会性があるかどうか、要は変なところで上司とぶつかったりとか、その同級生とぶつかったり仲間とぶつかったりするところがあるかどうかのテストなんだよって。だから実はその先生すごく優秀だよって言われて、えって気づいて、あ、じゃあ病院行くわって言って、次の病院行ったら、その先生が普段に戻ってて、ごめんねって、実は、多分病名分かったって。で、アスペルガー症候群だと思うから、東大病院行ってって言われたのが経緯だったんですよ。なるほど。で、その時に言われたのが、先生にずっと言ってたんですよ。正直子供の頃どういうふうに思ってたって、周りの人って。ほとんどの人間が狂ってると思うって、正直に答えたんですよ、はいはい。バカだと思うし、狂ってると思うって言ったら、その質問先生が覚えてて、あの時のこと覚えてるって、覚えてますって、そう言ったよねって言いましたって。狂ってるのが始末くんだったらどう思うって言われた時に、俺先生ってなって、コペルニクス的展開みたいな、うん、俺がこうそうだよなって、俺は 99% の人間を狂ってるって言ってたけど、よくよく考えたらこいつらが普通なんだと。
で俺が自分自身が壊れてるから自分は正しいと思ってるじゃないですか。だから見えなかったんだ先生それだわって言って俺病院行くわって言って、まあ何の話だっていうかっていうのがあって、自分でその勉強していったらアスペルガーとかのなんか生き方が楽になったんですよだいぶ。うん、うん、福岡飯こっちまでおいでよ。じゃあちょっと福岡大不動産屋さんちょっと交通費お願いします。ほんまうまい、飛んでいくんで。ほんま飯うまいっすね。はい、貧乏生活なんでもう可愛がってください不動産屋さん。だからでもなんかその僕発達障害とか軽度のうつって社会にちょっと適合できなくて歯車がずれちゃっただけの人っていっぱいいると思うんですよ。でなんか障害者はその生活保護でぬるま湯使ってるとかいるんですよ実際。そのいることはいるけど苦しんでて働きたい社会復帰したいでそれで働けなくて苦しんでる人もいっぱい見てきたから、だからなんかそこはちょっとやりたいなっていうのはありますよね。だからさっきの時さんのあの福祉の話とか僕だからあの人すげえなとか思って、うん、僕、まあ、これもね、はい、個人的な意見 で、はい、で僕もどっちかっていうと、まあ、だいぶ、はいはい、まあ幼少期いじめられてましたし、あそうなの、ね、僕も共通してないんで、ね、ない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 、こういう人と話し合うのよ。僕もね、壊れてた方なんで、分かる分かる。でも壊れた先に見えてきたものもあるんですよ、うん、あの最近、うん、個人的に、うん、で、あの、まあこれもね、ちょっとまたいろんな話なんですけど、うん、いじめる側が悪い、うん、いじめられる側にも責任がある、うん、とか、うん、近年多いじゃないですか、はいはいはい、あの教育が悪いとか、はい、どうこうとか言うんですけど、はい、まあ、これちょっとまたね、はいはい、いや、やりましょう、やりましょう。いいですか？いいですよ。もう今日は。いや、うちのリスナー香ばしいの大好きですから、多分受け入れますよ、社長のこと。え、面白いでしょ？俺がさ、あの、わかる？変人アンテナって、僕ごめんなさいね、変な言い方じゃないんですけど、はい、僕面白い人大好きで、はい、で、社長業にハマったのはこういう人が多いからなのよ。わかる？なんかその人脈作りたいっていうか、なんか俺がさ、面白いでしょ？面白いでしょ？で、やっぱね、面白い人間って、なんかのズバ抜けた才能があったら発想が違うのよ。お願いします。じゃあもうズバッともうバンバン行きましょう今日は。まあ、壊れた発言しますが、はい、あの僕100ゼロでいじめるやつが悪いと思うんですよ、はい、俺いじめられるやつが悪いって俺未だに100ゼロで、だっていじめるやつが悪いもん。い絶対そうですよ。そうそうそう。だけど俺はそのさらによく言った、そうなんだよ、いじめるとこんな当たり前のことを、そういじめられるやつも悪いとか言ってんの、だからだそう 99% の人間どもが言ってるんだよ。そう、明らかにでいじめるやつ大体この人間なんですよ。で僕突き抜けていったんですよそこ、うん、僕もそこからブレたくなかったんで、ふざけんなと、いじめる人間が悪いだろうって、うん、ただ昔は、うん、今ほどいじめってなかったじゃないですか。タイマー張ってましたよねヤンキーたちは。いやこれがね、また、まあ、それもあると思うんですけど、うん、まあ、力暴力の差もあると思うんですけど、うん、学校の先生がですよ、いじめるやつがいたらぶん殴ったりとかしたわけですよ、うん、だからあのね、その先生がバビロンなわけですよ。そうそうそう、もうね、今考えると学校北斗の拳みたいになってたの。本当に本当 に本当にあの俺らの台の上もひどかったよ。なんかね、だから大人イコール敵だったもん。僕もね、大概ね、先生には盾ついた方ですけど、うん、あのやっぱり怒られたっすよ、うん、で怒られるからやべって言ってやらないんですよ、うん、だからあのそれは先生という、うん、あのルールブック、審判がいたわけですよ、うんうんうん、サッカーしてたら審判がいて、うん、例えばもうフィジカルアタックなんてかまそうとしたら、はいはいはい、こうやって来たわけですよ。だけど今の時代ないんじゃねえかなって。いや俺今の時代の若者のなんか苦しみってもっと残酷だと思う。俺ね、話また変わっちゃうんですけど、はい、僕あ行くだけですか。いいでしょ。だから僕まあ、音楽教室ってまた音楽が好きなだけなんですけど、はい、だから僕高校生の時はからもそう思ってたんですよ、はい、中高から、はい、だから俺は絶対教師になるって決めてたんですよ、はいはい、で教師になっていじめ全然なってねえよ。なってねえんだけど、あのただ教師になって、そのふざけた輩をいじめしてるやつらを俺は全員ぶっ殺してやると思ってたんですよ。
なかなかサイコパスな教師がなんかすごいね、あの YouTube のなんか銃乱射事件よりもすごいよね。いじめるやつをぶっ殺す先生、ぶっ殺先生。小島というその教師がおったらですよ、もうやつらいじめなんてしないと、いじめなんてできないと、いや小島がもう黙ってないぞと、はいはいはい、いうのも教師になりたかったんですけど、まあ、ちょっと、ね、出来が悪かったらなれなかったあ、じゃあ先生になりたかったんですね、なりたかったです、最初は、はい、面白い。そうだから優しいですもんね、だから、タイヤ逆ん、タイヤ逆ってなんだろう、ダイヤですね、ダイヤ、ダイヤってなんだろう、ダイヤ、ダイヤって、ダイヤって何でしょうか。なんかたまにこういうぶっこんでくるんですよ、全く関係ない話を。東大の大学生の 20% はアスペルガーと言われていて、実際そんな感じだった。面白いね、感覚的には同世代だから。職場、またちょっとまたあの話しますけど、いやもうバンバン喋りたいこと、職場でも怒れるわけですよ、はい、うん、ああでもそうですよね。だからもう従業員いっぱいいるわけじゃないですか今。だから先生じゃないですか、先生じゃないか、はい、あのよくわかんないけど、でも例えば社内で、あのいじめとかが起こるわけじゃないですか。でそれ社長が、リプ OK だよ、うちリプ、リプでやって、リプ、うん、ごめんなさい、業務連絡でした、あ、すいません、はい、あのだからその社長が例えばですよ、社長なりそこの例えば病棟であったら病棟長なり、はいろいろあるわけですけど、はいはいはい、その人が、はい、そんなことしたらもうクビにするぞぐらいの会社の教育方針というか運営指針である場合できないじゃないですか、まあ、法律的に無理ってこと。法律的にもうなんていうか、その完全にまあその要するにまあ会社のあるじゃないですか、要するに社訓みたいなもので、はいはいはい、でいじめ絶対禁止というふうにするとするじゃないですか、はいはい、でいじめ絶対禁止にしたら、うん、いじめしたらいじめした方が悪くなるじゃないですか、はい、なります、うん、だからそれを掲げられる企業も少なくなってきてるのかなみたいな。だったりとかその、うん、社内でのいじめも、うん、あのまあ、それは社内で人間関係だからって人間関係のせいにする会社も多い、うん、そのやっぱりコミュニケーション能力かとかじゃなくて、もう最初からいじめちゃダメってルール作って、いじめたらペナルティ課すとか。僕それすげえわかるんですけど、なんか最近ね、なんか達観してきたっつうか、変に結構丸くなってきた部分あって、はい、なんかいじめはどうして起こるのかっていうところに行き始めたんですよ、はい、で多分もう本能なんですよこれ。いじめって多分いじめる人はいじめる人じゃなくて、いじめが発生する、いじめそう思うです、はい、でなんでかって言ったら異物を排除するんじゃないかっていうふうに考えて、要は怖いから、自分と同じじゃないから。で8割の人が2割の少数派とか、まあ、1人浮いてる子とかいたら異物が怖いんですよ多分。だから排除しよう排除しようってなるのかなとも考えるようになったんですよ。悪いですよいじめは、起きちゃダメだけど、なんでこんななくなんねえんだろうとか、最近そういう風な思考になり始めたこと、なんかね、結構その大人のいじめで、うん、あの社会に戻るのが怖くなる人いる、いるいる、いっぱいいると思う、うんうん、で、まあ、たくさん関わる機会があって、ああ、はいはいはい、うん、でやっぱりそれって悲しいことだなっていう、うん、いや悲しいですよね、うん、まあ、特にそれ福祉作業所であったり、うん、福祉事業所であったりっていうのが、うん、それがだから それをされてきた人間ですもんね。要はそれでトラウマになっちゃったりとか、うん、うん、いやだから、うん、いっぱいいましたよ本当に、うん、かわいそうとは違うけど、人間もアフリカの動物たちと一緒、弱肉強食、いやまあそうだと思うけど、うん、うん、だからなんかそれがそのタッチが悪くなってるような気がするよ本当に。だからその自殺者3万人出たりとかいつも話してるけど、もう経済戦争だと思いません？僕日本って戦争中だと思ってるんですよ。だって国が確定してるだけで3万人自ら死んでるんですよ。で WHO の計算では10万人死んでるんですよ。10年間で100万人死んでるんですよ WHO の計算で。で核爆弾とか災害とかじゃないんですよ。心がいい、もう国の心が病んでて、自らこの国は100万人自分で死ななきゃっていう国になってるぐらい、これ経済戦争ですよ。
まあ、それもありますし、うん、先進国ですよね、そうそうそう、日本ってで、まあ、経済大国日本って言われてて、うん、で例えばアメリカとかってやっぱりナンバーワンって言われてますけど、うん、日本よりもご飯なかったりするんですよ、うん、で日本みたいに、うん、生活の保障、まあ、いわゆる生活保護制度も、ね、あ弱いですね、弱いフードスタンプとかですからね、うん、わけじゃないですか、うん、でだから日本って圧倒的に恵まれてる国じゃないですか、うん、超恵まれてます、超恵まれてます、なのにですよ、なのにです、でご飯こう、ね、食事も取れて、うん、もうお酒も飲めて、うん、お仕事もあって、うん、友人とこういう語らいもできたりとか、こういうネットっていうツールでこうエンターテインメントできたりとかしてるのに、なんでこの日本人は満足感ないんですか、そうそう、幸福感とか満足感とかやりがいとか夢とか見たらダメなんだって、だって夢とかロマンを見せてくれるリーダーが日本にいますか、そう僕思うんですよ、俺ね本当にねこれ変な話なんだけど、ここで在日がどうとかいう話じゃなくて、俺ここ最近でそれできたの孫さんぐらいだと思うよ、堀江さんとか、まあひろゆきとかもいるけど、孫さんが圧倒的だと思うの、だから、うん、なんかね俺本当それは思うよ、昔松下幸之助、本田宗一郎とかとんでもないリーダーいっぱいいるけど、もうね、だから多分そこら辺も合うんですよ、だから僕、うん、本当にもう日本の高度経済成長を本当に支えた時期の偉人たちって夢とか希望、ロマンを見せてくれたんですよ、そうそうそう、あれかっこいいっすよね、はい、内閣総理大臣だって見せてくれました、田中角栄だのなんだのってね、だけど今ね森友がどうこうなんてお話も、もう超くだらねえよ、そうあんなのよりもなんか日本がこういう日本作ってこうやってエンジョイしていこうっていう、やっぱりエンジョイする、そうそうそう、うん、したい、もうお前ら近くに寄れ、遠くにいるとコメント読めないから、俺ら普通にしてたら絶対稼げない国、教育システムが社畜になってしまう国だからね、うん、どうなんだろうね、俺ねもっと夢見ていいと思うよ、だからなんか、うん、本当、うん、夢をもっと持ちたい、でさっき言ったそのまた不動産話戻っちゃうんですけど、うん、はい、300万100万って一番何が大義かっていうと、うん、はい、夢とかロマンありません、あります、現実見えますもん、要は例えば所得が低い人とかだったら3000万とか分かんないじゃないですか、で今どんどんその中間層の所得がなく下っていって300万とかのボトムがあるけど、この人たちもなんとかみんなで頑張ればって、カップルで頑張ればって300万で150万150万貯めようっつったら、3年で貯めようっつったら絶対貯められるもんね、タバコやめようとかさ、なんかハングリー思考の、うんうん、がなんか徐々にねじ曲がってしまって、うん、ずっと空腹なんですよ、満腹なはずなのに、うん、そうそうそう、寝れる、食える、衣食住整ってる、でも虚無感しかないっていう、多くの人って経済的安定求めて、うん、はい、その先に幸せとか幸福感ってあるって思ってるじゃないですか、あれ幻想ですよ、うんうん、僕もそう思います、幻想だと思う、うん、だって、うん、そこを追い求めたら、うん、また自分自身変な宿題出すんですよ。そうそうそう。ずそう。日本人って、そう。ずっと宿、そう。すごい。そう。ずっと宿題やらされてる感じなの。満腹になったら空腹になるっていう。それすごいわ、宿題。そう。うん、だから、それが結局、うん、鬱になったりだとか、そう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 、これやらなきゃ、これやらなきゃ、これやらなきゃ。うん、やりたいが一つもないんですよね。そう、やらなきゃ、うん、やらなきゃっていう衝動に駆られて、うん、ハフトゥーとウォームトゥーだよ、何々しなければならない、何々したいの違い、これヤバゾー分かるよね、ハフトゥーとウォームトゥーを自力でよ、だからほんまね、うん、もうブータンでも何でも本当ね、うん、日本にブータンも世界一幸せな国っておっしゃってますけど、うん、あれまさしく素晴らしいですよね、すごいですよね、そういう教育、うん、幸福論っていうのをもっとロジカルに勉強するべきだと、いや僕そう思います、本当に本当に、いやしょうがないですよ、人口、僕宗教の勉強とかするじゃないですか、でカースト制度って日本人ってどうやって教えるかっていうと、奴隷がいますよとか、僧侶がいる、王様とか貴族がいる、平民がいる、奴隷がいるっていうピラミッドだって教えてるじゃないですか、で今でもインドこれあるじゃないですか、でも僕ある、すごい高名なヨギの
ヨギってあのヨガをやる要は僧侶の人の教えなんですけど、カースト制度ってこういう風にしなさいっていう制度じゃなかったんだよって言うんですよ。今こういう風に人口バランス整える整えるようにって言って奴隷を虐げてるじゃないですか。違くて人が集まったら勝手にこうなるんだよって教えてたんだって。だからこれどういうことかっていうと、俺はね、だからまさにさ、日本のさ江戸時代とかもさ、何あの天皇がいて僧侶だよね、で武家社会があって国回してるのがあって商人とか平民がいて、で あったわけじゃないですか、こういうこと農民がいてって。 でも僕農民幸せだったと思ってるんですよ、学問があってとか。そうで、なんか今ってアメリカに植え付けられた変な平等、要は全員なんか平等、努力すればじゃなくてそれぞれの役割の中の幸せと責任って全部違うと思ってるんですよ、このポジションによって。で、なんつうんだろう、本来は経営者が負うべき責任とか国のトップの政治家が負うべき責任をなぜかこの一番辛い末端に押し付けてませんって思うの、俺はね、だからおかしくなるって。この人たちは頑張って労働をしてる代わりに幸せになれ、ダイヤモンドさん。平成になって、テリアさん。閉塞感が、そう。俺めっちゃ、俺もそれわかる。めっちゃ、だから俺昭和いいなって思う。そう、いやもう本当にそう。何この感じ。すげえ楽しい。いやだから俺もそう思う。なんか、未来がありませんでした。昭和の最後の。あった、俺本当にもう幼心に、そうね、やっぱりもっと大人の子供だったからかもわからない。そう、それが、そうの、俺も子供だったからなのかなって言うけど、多分違う。俺ね、平成のことも、若いことも関わったら違うの。やっぱり昭和だからなの。だって僕たちの幸せって、もう親戚のおじさんとかが海とか連れてってくれて、そう。で、なんかかき氷食ってとか、もう、で、なんか、それ、贅沢でも何でもないですよ。でもそれ調子合わせで、で、それを提供する大人も調子合わせそうだったんですけど。しかもあとめんどくさい親父とかもなんか好きだった。親戚の時にさ、酔っ払うけど宿題やってんのかとか、なんかずっと2時間ぐらい説教する。説教なんだから自分、痛い。あれもなんか良かったと思うし。なんだろうね。わかる。すごいわかる。すげえわかる。なんかただ幸せだった。わかるよね、みんなね。なんか俺、なんかね、もう本当に俺ら頑張んないと30代。これね、多分40代、50代、60代分かってないよね。分かってないの。だから、この世代と、この20代と、ちょっと先輩の35とか40の人に力借りて、俺らが変えないと無理だと思うよ。う本当に30代、本当、核は30代、40代が上昇波動に変換しないと。無理。もうていうか、この国多分終わるよ、本当に。このまま行ったら、本当に終わる。なんだろうね、暑いね、和道の放送今日ね、いいでしょ社長、荒沢社長いいでしょ、荒沢おじさんです、荒沢おじさん、荒沢おじさん、荒沢おじさん、楽しいわ本当に。でもね、わかる、希望とか夢とか些細なことでもいいから、明日これのために頑張ろうとか、私これになりたいんだっていうものがないと人は生きていけないと思う。どんなに些細でもいいから。で、その些細なものを否定するじゃん、今。する。それがすごく嫌だ。お前そんなこと言ってんの、現実見ろよとか、なんつうの、正論が正しいみたいな文化がすごい嫌なの。昭和って間違えてたんじゃないですか。間違ってたと思う。みんな間違えてたの。だけどその間違いを受け入れてたの。お前の間違い方面白いな、みたいな。お前そんな笑ってたんだよね、みんながみんな。みんながお互い。だけど、ネットが俺平成イコールネットだと思ってて、ネットが何をしちゃったかっていうと、 Google に 1,2,3 番までに載ってる ここの Google の上に出てくるものが全部正しいことで、それ以外は嘘みたいな。要はあのね、便利さが人の心を蝕んだ。そう要は正論を言ってるやつが正しいって。だから俺は言ってんの、もう Google で検索して出てくる答えなんて喋るなって。当たり前だから。それをどう感じたか、どう考えるかが俺らのライフスタイルの。もう人間やめろと。あのね、Google の答えとか人の答えを考えろと。感じろと。それがお前の答えだし、それ考えたこと、感じたことを聞きたいの俺は。みんなと。考えたこと、感じたことじゃないですか、この会話って。だけど、いや違う。Google で検索した。それは間違ってる。
みたいな、もうつまんない。もう嫌だ、すごく。なんか息苦しい。みんなが Google 検索してるみたいな。天才なんか、天才になれとかじゃないのよ。俺天才なんかいらないと思ってるもん。ていうか日本超天才だと思うよ。国レベルで言ったら。だって、俺高校行ってないけど、微分、積分とかできるんでしょ。あれって建築技術のレベルだよ。俺、32年間生きてきて、サイン、コサイン、タンジェントなんか使ったことねえよ。足し算、引き算、掛け算、割り算ができるのって相当レベル高いからね。もう日本人の平均レベルで言ったら世界です。よっぽど上だわ。うん、だけど、もう志とか夢がねえから、もうその、なんつうの、武器を全く使わない状態だから、なんかね、もったいねえなと思って。ねえ、なんかワクワクすることしたいよね。みんな思考停止っていうか考えることが間違ってるっていうか間違えることを怖がってる気がすんの。俺間違っていいと思ってるんだよね。間違えたことっていうのは一生残るし、間違えたことは忘れないから、そう、間違えたことって失敗じゃなくて経験だと思ってるよ、本当に。でその経験値が成功を生むと思ってるから、どんどん間違えた方がいいと思ってるの。狂ったように間違えたやつの方が俺はかっこいいと思ってる。だから間違えるのを否定するのは嫌だ。うん。お前の間違え方やべえな、みたいな。超クール、みたいな。そういうのがいい。うん。社長眠たそう？だって寝てないもんね。うん。そう、間違えていいと思うんだよね。どう思う？うん。いや、間違えて経験じゃないの。俺、そう思うよ。愚者は経験に学び、賢者は歴史に学び。出たー、Google 先輩。面白い。ドイツ。はい、100円ショップってあるじゃないですか。ダイソー。まあ、ダイソーさんでも。ああ、セリア。セリアでもあるんですけど。はいはい。あれって正しかったんだろうかと思うことあるんですよ。いや、俺もそう。僕もね、100均使っちゃうんで、うんうん、そう。アンチになりきれないから、アンチ発言でもないんですけど、うん、多くの、うん、雇用と生産を奪ったよね。うん。うん、なのかなって。で、わかる。便利になればなるほど、うん、人の心ってやっぱり、失われていくのかなって。だから、俺、うん、俺の考えですよ。セブンイレブンで、小学生の子供が、こうやって買い物するじゃないですか。おっさんが、40代のおっさんが、まあ、ハゲてる感じの、子供の小学生に向かってお金渡すときに、ありがとうございましたって頭下げるんですよ。絶対教育間違えてません。昔だったら、おお、あ、間違いない。頑張ったなって、お小遣い偉いなとか、なんだ、これお母さんがもらったのかってやってたじゃないですか。大人の威厳。でも、金払ったら小学生でも、大人頭下げるって教えてるんですもん、大人が。だから、過剰なサービス。要は、他者との差別化を図るために、そう。お金を、要はね、僕、お客様と事業家、お店とかって、要はサービスを店が提供して、お金渡してイーブンだと思ってるんですよ。ここで初めてフェア。うん。だけど、だから、普通にこれで会話ができる。が対等な関係だと思ってるんだけど、これをお客さんより得るために過剰にありがとうございましたとかいらっしゃいますとかやってるから、換気しようかな。やってるからプラスアルファ作りすぎちゃって、もうなんかロボットみたいなありがとうございましたとか、なんか子供たちは金払えば大人何でも言うこと聞くんだみたいな、怖えみたいな、超怖え。何これ、セブン&アイホールディングス超怖え。俺もっとなんか適当な外人みたいなさ、ちょっといいサンドイッチパン入ったよみたいなね。はいトムみたいな、どうだいみたいな、今サンドイッチが焼き上がったよ、配達し終わったばかりのサンドイッチが来たよっていうセブンイレブンが俺は待ってる。ちょっと聞いてよサニー、サリーどうしたの。私彼氏に振られちゃった。とりあえずお釣り返すわ。みたいな。またちょっと話変えちゃってもいいですか、はい、全然いいですよ。こうワクワク感っていうのっていつからか使わなくなりません、
僕フルで使ってますよ。あ、本当。いや、僕ね、僕だって昨日の夜から寝てないんですよ。ワクワク感で。新幹線に乗るワクワク感を忘れてなくて、そのワクワクのあまり乗り間違えるっていうワクワク感があるんで、僕はワクワク感を捨ててないです。あのコンビニエンスストアできましたよね。はい。で、まあ、僕スーパーに1回もだいぶ減りましたけど、うん、あの昔ってコンビニないじゃないですか。ないですね。で、お父さんとかお母さんに、うん、あのスーパー連れてってもらうわけですよ。で、はいはいはい、お菓子コーナーで、はい、誰これで泣いてたタイプでしょ。うん、ソーセージ握りしめながら、ソーセージ、あの、ソーセージ、昔知らないかもしれないけど、ソーセージ、寝る買ってほしい。そう、両方持って、一個にしなさいって、やだって思う、そうだった。なんでわかる？寝るねとか、大好きだったんです。はい、で、うん、お母さんにこんなの体に悪いからって言われながら、もう泣き叫んで、うん、声が枯れるほど泣き叫んで、だだこねて、はい、もう、通路でこうやって。そうですよ、そうですよ。今見ます、見なくないですか？見ない、そう。でしょ？見ないわ。怖い。見ないわ。あれどこ行ったの？あの、俺ら。若かりし頃の俺らどこ行った？そう、お、怖い。うわ、気づいた。すごいして。あれどこ行った？確かに。今見たら、はい、子供たち大人って見たら、可愛いんですよ。はい、ああ、いいなって。いいなっていう、なんか、あれですけど、あれやっぱ良かったじゃないですか。あれ良かった。とか、今。っていうか、パパとの戦い、ママとの戦いだから、あれは。で、誕生日プレゼントでも、まあ、クリスマスプレゼントでもいいですけど、みんなアマゾンとかで、確かに。ネットで注文とか、まあいいんですよ、アマゾンさんもすごい素晴らしいと思いますけど、だって、街に1個はおもちゃ屋があったんですよ。はい、なんか。え、俺らどこ行ったの？なんでこれ？いや、マジで。おもちゃ屋に行ったんですって。何このいい話。100点満点でしょ。え、ちょっと待って、続けて。え、どこ行ったの？俺らは。だから、俺らは。俺ら、誰に殺されたの？あの子たちはどこ行ったの？便利というシステムに殺されたんです。うわぁ、深いわぁ。便利に殺されたんだ。そうなんですよ。だから、これ、まだ僕たちの世代は、まだ僕たちの世代は、だから人間の心がまだ残ってますよ。そうだ。これから先、泣き叫ばない子供たち、どうなっちゃうんだろうって。いや、それが、さっき言った続きなの。今度ね、それが、実は平成世代なんだよ。あの、ゆとりって言われてるかわいそうな、もっと俺らのようにかわいそうなやつがいて、もっとね、俺ね、ニコ生主で中学生がいた時に、普通の会話のノリで、いや、お前らよ、中学1年だろって。河原とかで、エロ本こうやってやってんだろって。やっとったんですか？エロ本を棒でついて、ウェーイって言って、蹴っ飛ばして、ベローンとかやって、みんなでじーって見て。で、あれ、友達いなくなったら、もう、拾いに帰る。拾いに行ってて。あと、お兄ちゃんがいる世代は、エロ本兄貴が持ってるからとかあったじゃないですか。ダビングしてもらってるから。っていうのを言ったんですよ。お前らやってんだろって言ったら、バカじゃないの？ Google で検索したら全部出るよ。便利な何かに、便利なシステムに俺らが殺されていってるんだよ、どんどん。そう。だだこねる子供、エロ本。で、もっと言うなら。おもちゃ屋でのワクワク感でさ。ワクワク感もない。それ。親と一緒に、あの、車に乗って、おもちゃ屋行って、スーパーファミコンですよ。はい、あの、もう星のカービィですよ。あの、なのか、もうスマッシュブラザーズなのか、なんでも、まあ、それはもうちょっと、僕らの後の世代でしょうけど、僕らのスーパーファミコン高かったっすよね。一本カセット。カセット1万。ドラゴンクエストなんか6なんか17,800円とか。そう。で、もうね、嬉しくて、その時点で泣いてたんですけど、帰りの車の中で説明書見てたんですよ。そうそう。その瞬間からね、始まってるんだよ。で、ガチャで、ドラゴンクエストとかオープニングの音楽で泣いてたから。そう。それがないんだ、奴ら。ないんだよ。便利なシステムで。YouTube 見たら見れるとか。僕たちね。こんなの、こんなものが。Google Play なのか、こんなものが。Epic Store でダウンロードします。ここの何がワクワク感があるんだって。絵頭みたいになっちゃってる。なるんだよって。なるほどね。あの子供たちのサプライズ、どこに行った？確かに。子供かわいそう。そう、かわいそうなんですよ。だから子供がスマホいじってると、心が痛む。お前ら、親に行って、おもちゃ屋に行って買ってもらえと。おもちゃ屋がないんですよ、今。ない。トイザラスない、ハローマックないんですよ。まあ、今、イオンとかね。ですけど、でも、そんなに、あそこの現場に行っても、
あんま嬉しそうじゃないですか。わかる。そう、うん。当たり前の。そう、当たり前じゃねえから。当たり前じゃねえから。そう、そう。ちょっといい話なんじゃないの。アイテムありがとう。もしよかったらアイテムください。ワクワクをくれよ、お前。ワクワクという花火くれよ、お前ら。夢をくれ、俺に。俺はただこねるよ。夢くれよ、お前ら、この野郎。アイテムくれ。いや、確かにな、絶望しかないのかな。熱い。暑いなぁ、この枠。いい話だな。これ、いい話っていう感じの、ね、あれですけど、うん。ワクワク作るにはどうしたらいいか会議にします？じゃあ。この社会で。とは言っても便利はやっぱ、強敵ですから。便利なシステムを作ったならば、はい、あえて便利じゃないシステムも作ればいいかもしれない。はぁ、なんちゃって。なるほど。深いかも。ありがとう。あ、ヤバゾン珍しいね。今の小学生の、0.1 で全世界のおめこ映像見放題。そう、うん、これが今の時代に小学校だったら教授に。あ、これダイヤモンドさん、これすごい、うん、物価を高くする、これね、ありだ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 、いや、いいと思う、ありだと思う、うん、インフレしてもいい、いや、っていうかインフレしなきゃダメ、そう、うん、国は住むだけですから、もう祭りの国と一緒ですよ、こんなもん足すだけだから、もう、うん、なんちゃってうん、滑りましたけど。いや、滑りましたけど。いや、熱い。ああ、もうコメントが走ってきた。熱い。本屋も減った。本屋減った。本屋減った。本屋でね、うん、その、ちょっとエッチな本買うのが怖かったけど。怖かったし、あの、店員さんとのバトル。今思えば、僕たち中1とか中2で買ってたかもしれないですけど、はいはいはい、今売ってくんないですよ。コンビニとかで。え、売ってくんないの？多分だって中学生一本買えないでしょ。いや、買わないでしょ。だから。あ、そう、Google で、ね。Google で全部見れる。でも、もうですよ。もう、ガキンチョ集まって中1でよし、じゃんけんするぞと。うん、だから、買ってこいと、うん、やったじゃないですか。やった。もう俺買う役だと思う。いや、俺勇者だったから。あ、勇者だ。バカ、じゃんけんなんかいらねえよって。そういうタイプだった。それはヒーロー。お前らじゃんけんだ、子供かよって。確実に勇者ですわ、うん。え、あいつ女の店員。女子高生の店員でも、つって、もうバーンだったから、俺。ね、あの、DVD 挟んだりしたかったから。ね、本当は買う必要ない、ね、うん、ジャンプ俺今週買っちゃったんだけど、うん、これだけ買うの恥ずかしいから。でしょ、ジャンプと一緒に触って買うとか。下に入れちゃったでしょ。いや、俺やんないから。俺はもうバーンだから。エロ本バーンタイプだから。和道さんは勇者ですよ。そう、俺勇気あるタイプだから。陰キャなんで。普通はね、サンドイッチ、ね。陰キャなんで。サンドイッチね。そうそう。うん。いらないジャンプをね、買っちゃうんだよね。買っちゃう、うん。2冊目だけど、みたいな。なんだろうな、説明な、なんかテクノロジーって。なんだろうか。だから和道さん、昔覚えてます、うん、僕たち、この前、この話、うん、実は7年ぶりに再会したにかかわらず、7年前もこの話してたんですよ。あ、なんか悲しくなってきた。そう、さすが。やめてそれ。え、7年前も同じ話してたの？してたんですよ。僕たち。はず、俺覚えてない。だって。うわ、はず。え、俺7年前と変わってないじゃん。いや、僕も変わってないですよ。俺今、新規の発見だらけだったのに、7年前と同じ話してた。リアルに鎖国特区作ろうとか話してた。言ってた。言ってた。思い出した。鎖国。そう、鎖国しようって。そう、すごいバカだよ。ね、7年前だから、25、その時3とか。23、25で鎖国しようって言ってたんだよ、俺ら。このままじゃ日本ダメになるって。はい、してた、してた。してた。その後俺は逮捕されたからね。お前が一番ダメじゃねえかよ、って。もう、成長してないね。人間って変わらないね、7年経ってもね。うん、いやー、なんかでも子供たちになんかワクワクすることを、いや、でもそれをやってるのが YouTuber くらいじゃないの？意外と。なんか、なんかそこを戦ってるっていうか、子供らしいもん、YouTuber って。あ、そうかも。演出だとしても。なんかでも、かっこいい大人が増えていかないとダメっすね。そうっすね。僕らかっこいい50代、40代にならないとダメっすね。やっぱ近年やっぱ所ジョージとか、かっこいいなと思いますね。うん、あ、わかる。ビートたけしもそう。タモさんとかもかっこよく、タモリなんだと、どころ女子なんだって思ってたけど、かっけえなって、そう。かっこいい、あいつら。あの、遊び方が超クールっていうか、遊びを、遊べる人ってかっこいいよ、本当に。うん。遊ぼうよ、俺らもっと。遊ぼう。ワクワクしよう、大人が。で、俺ね、俺、早く大人になりたい派だったんですよ、はい、多分今の子供って大人になりたくない派だと思いません？
あ、僕が多分子供の世代でもなりたくないと思いますもん。だって、ああ、だしそう思います、うん、あの今のなりたくないっていう、うん、ピーターパン、ピーターパンになるよね、うん、だから俺らが遊んではしゃいでてたら、だから大人楽しそうだったもんね、昭和って。そう、なんかもう酒飲んで暴れてるし、なんか女泣かせてしっちゃかめちゃかしてるし、そう、みんなで家族サービスも30歳超えても、うん、もう河原でもうガンガンもうバーベキューしたらいいですよ。いやいや、本当に本当に、ま、何がクルーザー家庭って何が、うん、なんだ、まあ、ポキンヒルズまたバカにするのもよくない、バカにもしてないですよ。だからね、まあ、その銀座でお寿司食うのもいいかもしれないけど、うん、別にカッパでいいからカッパ寿司でいいと、カッパでいいし、うん、なんていうか、お金なくても楽しい差があれば、あるあるある、あれば、うん、ね、みんなで自転車乗って、うん、サイクリング行っても楽しいだろうし、うん、バーベキューとか、ね、絶対楽しいじゃないですか、楽しい、僕たち多分、うん、楽しい、絶対楽しい。っていうか、だって弁当食ってこの会話だけで楽しいんだそれバーベキューついたらもっと楽しくなるでしょ、うん、みたいなね、うん、お金かけないでもっと、はい、読み上げちゃダメよこれ、透けてるやつで、面白いでしょで、これはこれはおーね、これはありがとう、俺らだけの人、ね、はい、心のメモリーに嫌よ、ありがとうね、教えてくれて。へー、うわ、これダイヤモンドさん、これ、うん、今の子供は公園でスマホをいじってるから、これがダメだっつって、これダメだっつって、おいこれがダメなんだよ、ダメだよーっつってほんまね、悲しくなりますよ、公園行く意味ねえやんっていう。おー、いや、だから公園でポケモン GO でしょ、多分なんかモンスター探してんだろうね。ポケモン GO よりもあのケーブルの方が面白いから。いや、絶対そう、そう、絶対そう。だと俺ね、AV よりもブスとセックスした方がいいって言ってるAV でオナニーするよりなんならブスとセックスしろって言ってる。多分それはね、そのポケモン GO より軽泥の話と同じ。あれ、なんか急に飛んだブスとはセックスしない派ですか？あー、ちょっと違うな。ちょっとブスとセックスしない派ですか？怒りますよ、先生。いや、そういうのではなくて、なになになに、いや、うん、なんですか、うん、さっきまであんなに意気投合してたのにどうしたなあ。いや、いや、じゃなくて、いや、好きだったらしますよ、それは。いや、でも結構意外とこれ堅くなるとこあるいや、そうなんだ、そう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 、ミサオは守るみたいな。ああ、そう、俺直接会った方がいいと思ってて、リア凸を推奨してるのそこなのよ。なんかね、ヒトラーさんもいい人だったしさ、俺キーホルダーもすげえヒトラーさんの可愛いところだと思って、キーホルダーザラザラってあれでほっこりするし、超いい人だなと思ったし、会えてよかったしね、えヤッピーとかもね、うん、もうほんま、うん、で、なんか、うん、僕らの頃、うん、無駄に一個チェーンつけたりとか。いや、未だにチェーンつけてるっつうの俺何その無駄にチェーンつけてるって何すか。いや、じゃなくて、何すか、今でもつけてますよ僕。いやいや、じゃなくて、うん、何無駄にチェーンって、無駄じゃないから。いや、そう、そういう意味じゃなくて、何無駄にチェーンって何すか。ちょっと、何語彙のボキャブラリが少ないので、うん、ちょっと訂正してください。チェーンつけたらダメなんですか。無駄に、いや、無駄じゃないから。例えば僕らの中学校あの頃で、チェーンだって普通1個でいいけど、うん、8個ぐらいつけたりしないじゃないですか。だから3個ついてるじゃないですか大人になって32歳でチェーン3個つけてますよ、悪いんですか。いや、じゃ、今でもつけてますよ僕は。でも大人代表で、僕たち自身イケてるって思ってたし、いや、イケてますよ。そうで、イケてないって思ってたやつらも否定はしてこなかった。そう温かい目で見てくれたけど、はいはい、今してたら、はい、それこそさっき言ったチェーンとか、はい、今してたら何なんですか。いや叩かれる時代なんですよ。そうですよ、ダサいって毎日言われるんですよ。リストバンドつけてたらなんだそれって言われるんですよ。いや、ふざけるんじゃないよふざけるんじゃないよってかっこいいでしょって俺は戦ってるんですよ今でも、ね、もう、うん、ほっとけぞ、ほっとけぞ、ほっとけなんですよそう、で、いいやん、そう、俺が良ければいいだろうって、そう。で、いや、だからそれ大事ですよ。そうそうそう。それ大事。なんでこうも、みんなこう。そうそうそう。だから、心がちっちゃくなっちゃってね。最近面白いやつ知り合ったんですよ。はい、そいつが言ってたのが、ユニクロって言ってました、それを。え？要は、全員同じ服。
全員同じものをお前らユニクロばっかりじゃんって言ってたんですよ、そいつは。そういうなんつうさ、人の同じもの着てないと安心できない尖ったやつを否定する、そういう人間のことをユニクロって呼んでるんですよ、そういうそいつは。結構いい感性じゃないですか。うん、あの、はい、そうですね、あんまり乗ってこないのかなちょっとなんか違うのかな。いや、うん、だって、うん、今ですよ、うん、まあ、ちょっとまたこれ、うん、まあ、意味がわからないかもしれないですけど、はいはいはい、あの、はい、トレーナー着てました。トレーナー着てました、はいはい、僕ね、あの何年か前に秋葉原のメイド喫茶に行ったんですよ、うん、あの、まあ、オタクなのでお前知ってます、存じてます、で、はい、行ったわけですよ、はあ、メイド喫茶、はあ、メイド喫茶行ったんですよ、はい、でメイドリーミンですか。メイドリーミンではなかったんですけど、す、ね、はい、行ったんですよ、うん、で、まあ、オタクの方いました、僕もオタクなので言えないですよ、人のことで、トレーナー来てたんです、ね、はい、で、はい、USA って書いてあったんです。チェーンよりダサいじゃん。なんすか USA、 お前 USA よりもっと多分なんすかニューヨークとか、いや USA なのか、うん、クソダサいじゃないですか。人のチェーンをバカにしておいて。いや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 、僕は言ってないですよ。まあ、いいですよ。あ、その人かってこと。あの、あい、なんか、オタクの方が、はいはいはい、そう、なんかカナダなのか、USA なのか、USA なのか、してたんですよ。はいはいはい。で、それ、まあ僕は、いいんですよ。うん、はいはい、でも見る人が見たら、ダサいって思う。いや、ダサいですよ。ダサい。それはダサい。ダサいって言ったら、話、はい、終わっちゃうんですけど。いや、でも僕は、ダサいけど、かっこいい派ですよ、そいつは。そう。でも、ダサくてかっこいい派ですよ。今の時代って、その USA だけで叩かれる時代なんですよ。はい、いや、わかる。でも、20年前、USA 来てて、うん、多分普通なんですよ。普通だった、確かに。そう。なんだろう。だからね、もうね、もう擦れちゃってるんですよ。そう。全体。おー。そう。なんだろう、これ。これ僕が初音ミクの T シャツも、ちょっと初音ミクはあれですけど。持ってるんですか？持ってないです、それは。持ってないです、ね。はい。ただ、例えば、セーラームーン。セーラームーン。の T シャツ着てるじゃないですか。逆にそれはおしゃれっていう向きもありますけど、うん、まぁ、あ、ちょっとどうしようかな。こんばんは、皆さん、ワドツー。じゃあ、グデタマでやん。グデタマの T シャツ着てたら、ちょっと、何あいつって なります、ね、なります、なります、なります。いいやんっていう。なるけど、俺は好きっすね。絶対香ばしい匂いがするんで、ちょっといいっすねって絡むと、大体香ばしいやつですよね。グデタマ T シャツ着てたりとか、うんうん、昔とも変な T シャツみんな着てたんですよ。いや着てた着てた、うんうん、一番痛い T シャツ何でした？僕が黒歴史 T シャツ。黒歴史 T シャツというか、僕ちょっとあの、はい、もう恥ずかしい話なんですけど、はい、まあ、僕じゃないですけど、はい、僕ちょっと友人がいまして、はい、であの中学校の時なんですけど、はい、オーバーオール着てたんですよ、マリオみたいなマリオみたいな、まあ、マリオみたいな、はい、オーバーオールって、はい、一時流行ったじゃないですか、はい、で僕らの頃痛いんですよ、はい、オーバーオール着るだけでも、はい、で中に、はい、あの横島にあったか。あ、わかります。長袖のね。長袖の。横島系のオーバーオール。オーバーオール。やばいな。香ばしいでしょ？香ばしい。もう、アニメ化決定ですよね。とりあえず、主役の隣に置かなきゃってなる。で、そいつ、そのファッションしてきたがために、うん、はい、3ヶ月間ぐらいいじめられたんですよ。ウ、は、ォ、い、ーリー系つって。ただ一個だけ言っていいですか？はい、僕、長袖で、横島にオーバーオール着てたんですよ。で、あ、はいはいはい。あの、ちょっともう、ほんと、勘弁してもらっていいですか？で、それ、謝ってもらっていいですか？そいつ、はい、俺なんで、その、長袖にオーバーオールに、オーバーオール、俺なんで、謝ってもらっていいですか？それ。で、本人はもうめちゃくちゃオシャレしてる。いや、めちゃくちゃオシャレしてた。あ、な、お年玉で買った一番のオシャレですよ。で、それが、挙句の果てですよ。はい、やれ、ピエロ系だとか、やれ、ウォーリー系だとかつって、いじめられる時代なんですよ。俺、徹底擁護しましたよ。うん。あ、でも、そうだな。今の時代に俺生まれてたら、とんでもなく悲惨な、いじめられ方しただろうな。わかる。懐かしいな。でも、昭和っていいな。昭和いいな。なんか、うん、でも、スーツがケンシロウですからね。そうそう、肩パッド。あ、USA のね、デザインでも外人が日本って T シャツ着てるようなもんだぜ。くっそ笑うだろう。日本って T シャツ。そうそうそう。で、日本だって日本人、外人が入れ墨とか入れて、なんか、入れたりするんですよ。いや、だから、ブリトニー・スピアーズが、
ここのお尻のくぼみなんて入れてるか知ってます？知らないです。ミステリアスっていう感じなのって言って、はい、見るじゃないですか、はい、普通ミステリアスだったら魅惑の実とか入れるじゃないですか、はい、俺それだったら許すんですよ、はい、お尻に魅惑の実だったら、はい、ブリトニー・スピアーズバカだからこれミステリアスって意味なのって感じで変態の変って書いてあるんですよバカですよね、うん、あの外人タトゥー問題、うん、それミステリアスじゃないわっていう、まあ、でもブリトニーらしくて好き変うん、確かに昭和世代知らない世代が昭和し、いやそうなんだよね。でもね、なんかね、子供の頃小親父とかお袋が昭和どっぷりだったから残りがみたいなものが残ってたんですよね。俺らドストライクじゃないの。でも残党ですよね。残党残党、うん、俺だから昭和60年で62年、はい、だからかなんかね、もうなんつうの、ゆとりとその昭和のやつらの挟まれたなんか変な世代なんですよね、このスーパーファミコン。要はね、俺らから始まってるの IT 全部、携帯電話、パソコン、スーパーファミコンとか全部 ありましたよね。だから変な世代なんだよ。だから生まれた時から DS のゆとりとは違うの、プレステとかがあった。なんかね、全部見てきたから、だからね、わかるの、昭和も平成の気持ちも。俺ら結構特殊な人間だと思うよ。まあちょっと、まあもう10年早く生まれたかったかもしれないですね。わかる、うん、でもやっぱりおっしゃるとおり、やっぱり昭和ね、多分知ってるか知らないです。でもやっぱり昭和に憧れ、リスペクトしてるんですよ、うん、ちょっと皆さんが何歳なのか聞いてみます、ちょっと年齢層、はい、先輩なのか。ちょっと皆さん年齢書いてもらっていいですか。あ、昭和何年生まれか書いてもらっていいですか。俺昭和60年で、昭和 62?62 です。62です、はい。昭和何年？おはよう。あと花火ください。うん。あと花火ください。うん。よろしく。昭和60年の俺とタメか、ともちゃん。あ、ヤバゾンもタメぐらいか。うん。いいな、49年暑い。51年暑い。46年暑い。平成か。62。うん、だから俺ら世代。55年暑い。あー38、54年暑い、48年暑い。いいな、羨ましいな。なんかね、羨ましい。羨ましいよ。39年暑いな。いいな、羨ましいな。え、俺らのことどういう目で見てんの？先輩方は。その、要は、俺らの放送って、俺らとためか、もしくは上じゃん。上の人に聞きたいんだけど、俺らは何なの？何、どう見えるの？そのゆとりでもなくて、その昭和最後の生き残りをどう見てんの？うん、昭和楽しかったよね、なんかね。いやでも、なんかいい話だよね。花火ください。ちょっとなんで最近花火くんないの、みんな。頼むよ、助けて。初見ですが、50年。初見さんフォローしてください、ぜひ。自己表現か。吸ってください、吸ってください。あ、すいません。はい。お、35歳いらっしゃい。なんかいい放送だな。頑張んねえとな。ますね。うん、いや本当に頑張んないとなんかダメっすよ。昭和40年50年なんかもう楽しいと思うよ。30年40年50年は楽しいと思うよ。なんかもう何やっても楽しかったでしょ。そう、実体験世代だもんね。いや、やっぱり僕就職して、はい、就職したんですか。就職長いですよ僕、はい、6年間サラリーマンしたんで。え、残そうです。6年間何やってたんですか。いや普通に不動産ですよ。あ、不動産会社就職して、はい、24までサラリーマンずっとして。え、面白くないですか。え、普通に、え、大学から。いや、もう高校から卒業して、そのまま不動産会社就職して、18、19、20、21、22、23、24まで。それで24の時独立したんで。あ、そういう流れだったんだ、はい、意外だ。僕すごい大好きな上司がいて、はい、当時僕が20の時の52、3歳だったんですけど、うん、ですごいやっぱりその昭和の話になるんですよ、うんうん、で昭和は良かったって。でやっぱりその、で今僕夢とかロマンが
この時代に欲しいって言ったのそこなんですよ。そのやっぱりその尊敬する上司が、うん、もう本当、うん、夢とかロマンがあったんだよなって、お金は貧しかったって、うん、あのそう、うん、でけど、うん、お金が貧しくてももっとみんないい顔してたって、うん、いや物がなかったから夢があったって言ったし、だから今物があるから夢ないのかなとか、うんうん、経済的に豊かになるとやっぱりその幸福感がないんです。幸福感で、だからその普通比例すると思うじゃないですか。いやだけど岡山の人の方が東京の人より幸せそう、いい顔してるし、今日街見て思った、本当にいい顔してんだよ。夢ある、うん、夢がある、夢ある、そう、なんかみんなギラギラしてるしてる、うんうん、でも多分東京の人より時給低いし、さっきのそのなんていうの、最低時給730、あの今日求人票出しに行って、うん、735円でしょ、うん、で多分やっぱり東京の方が豊かな生活してるはずなんだよ、物質的にいい服着て全体的に見たんだよ。でもこっちの人の方がなんか地元を愛してるし、東京の人が東京を愛してると思えないよ。なんかね、不思議、田舎って言ったら失礼かもしれないけど、うん、地方の方が熱い。俺300万貯めて家買おうかな。だからぜひ、もうぜひ300万くんね誰か一軒家買い、俺一軒家欲しい、田舎に買って、いや一軒家ちょうだい余ってる一軒家あるでしょ、みんな金持ち多いんですよ。一軒家買って、もう裏山でタケノコ掘って、はいはい、メンマ、そうです、メンマ、和道メンマ作って東京で売るとそうだって売れるんですもん、うん、あ、こういう時ばっかりネット使って申し訳ないんですけど、うん、だっていやでもね、だってタケノコ無限に生えますからね。いやだからそう、だから桃だって、牡蠣ってだって一缶一個でいくら仕入れか知ってる？牡蠣一個さ500円で売ってるじゃん、オイスターバーとかで。今日聞いたら超うまいブリブリのでっかい牡蠣1個30円だよ。ドラム缶一杯で2000円3000円って言ってましたよね。3000円でしたっけ？言ってました、うん、ドラム缶じゃない、1缶で3000円なんだって。1個30円だって、わかる？500円で売れる。だからなんかその岡山で超うまい桃とか、なんかビジネスチャンスまだまだあるなと思ったよ、こんな時代なのに、こんだけネット進んでるのに。うん、だから川崎洋平はダメなんだよ。あれはだからなんつうの、都会も両方見てないとダメなの、両方で両方行き来しないといけないので、両方とも感じれるやつが一番強いの、貿易貿易だから、どっぷり使っても両方ともダメなのよやっぱり。うん、ちなみに、はい、全然本当につまらない会話をちょっと差し込んじゃって申し訳ないですけど、空気読めないので、はいはい、あの、はい、破竹の勢いってあるじゃないですか、竹話なんですけど、はいはいはい、あの破壊するの刃に竹で破竹なんですよ、はい、はいはい、破竹の勢いのあれ竹を刺すんです。破竹の勢いとかよく言うじゃないですかでもみんな破竹って、うん、あの破りに竹って書いて破竹なんですよ。本当の破竹はどういう意味？いやいや、本当の破竹の勢いっていうのは、はい、竹が、はい、破るに竹と書いて、破竹なんですよ、はい。だから破竹の勢いって言うんですけど、はい、竹が猛烈に伸びる様を指すんですよ。はい、だから破竹の勢いって言うんですよ。はい。はい、で、まあ、ここまでは、まあ、知っていらっしゃると思うんですけど。うん、知ってます。びっくりしました。で、はい、竹って、1日に、どのぐらい伸びると思います？破竹の時期。破竹の時期っていうのがあるんですか？あります。破竹？どれくらい？30センチぐらい？破竹ですよ。1日竹ってピーク時ですよ。まだ答えされるでしょうけど、はい、1メートル伸びるんですよ。うん。やばくないですか？え？ 1 日？ 1日。で僕今、俺間違ってねえよなと思って調べてたんですよ。はいはいはい。そしたら、1メーター？ほら。ピーク時に。ピーク時に、あ、1日1メートル。それ破竹ですね。でしょ、1メートルって書いてある。そう。え、で、何なんですか？だから、その、まあ、近年、バイオマスと言われますけど、バイオマス？バイオマス発電とかって言って。バイオマス発電って次世代の燃料なんです、竹は。え？
竹が1メートル伸びるエネルギーを使って発電するんですか。要するにどういうこと。竹を切りますよね、はい、切ります、あの、うん、ギャンって、うん、で燃料ちょっと待って、擬音がおかしい、どうやって切るの。ギャンです。いや何、それ聞いたことない。もう一回やって。竹をどういう風に切るんですか。ギャン。ギャンと切る。うん、分かった。3回目で分かった。うん、ギャンと切って。ギャンって切るじゃないですか。はい、で、つまり、一日に1メートル伸びる、はい、わけですよ、はいはい。だから、竹を切ります。切った竹、燃料になります。はい、だけど、翌年になったら、はい、また50メーターですよ。50メーターも伸びるの。そんな伸びるの。一応50メーター。書いてありますね。すげえな。ごめん、嘘ついたかもしれない。ごめんなさい。ね、うん、嘘って全然嘘でした。20メーターでした。そうですよね。破竹の勢いで嘘つきましたね、今。あ、すみません、ごめんなさい、盛りましたけど、だから、で20メートル伸びるってことはですよ。はいはいはい。翌年度またエネルギーに変わるわけですよ。確かに。そう。すごくないですか。それって科学的どうですか。なんか急に、なんか嘘くせえ話だったんですけど、そんなエネルギーあるんですか。って言われてるらしいんですけど。誰が言ってるんですか。いや、なんかだから近年激しいんですよ。近年激しい。いや、てかちょっと最近だからこの、なんかバイオマスに投資しないかみたいな、はい、話があって。来てんの。いや、来たんですよ。何回か来てますよ、この1年間で。何それバイオマスって聞いたことあるみんな。バイオマス発電って言って。何それ竹を使う発電。竹を、が電気に変わるらしい。そんな聞いたことある。あ、ダイヤモンドさん書いてある。中学校で習うんだって今。嘘あ、でも、いや、最先端の話いっぱい来てるから、バイオマス発電ってあるの。これ、隠密さんって言いますか、隠密さんですか。隠密さん。隠密さん。自分は破竹の時期に1年で実践してくれるのみたいなのが限界だった。聞いてない。まあ、身長のことでしょうね。身長のことでしょうね。多分、下半身のことではないでしょうね。うん、ね、うん、ちょっとなんかタモリクラブみたいなのになりましたけどやっぱね、タモさん大事だから。ちょっともう安西さん見たくなりたいですからね。うん、空耳、空耳の安西さん見たくになりたい。でもちょっと安西さんっぽいなんかあるかもしれない。ちょっと安西さん知ってます。超絶めちゃくちゃな人生送ってんの。あ、ほんまですか。あのね、なんだっけな、すっごい寝坊するんですよ安西さんって。で、番組何個も潰してるんですよ。安西さんが寝すぎて。で、タモリクラブもなんか、安西さんを。安西さんに収録遅刻してきそう。そう。きそうっていうか。そう。なんか安西さんの、あのエピソード、いつはめちゃめちゃ面白かったですよ。安西さんいいんですよ。あの人結構尖ってるの。ポスト安西さん狙おう。うん、狙えないけど。仕事しなさいってなるし、社長が安西さん狙ったらダメじゃん。うん。サトウキビもあるんだ。バイオマスって。あ、聞いたことない。俺は、また持ったかもしれない。じゃあ、俺もう、ここの7年間、ビジネス系の話一切あれで、ずーっとこういうバカな会話ばっかりやってたから、本当になんつうんですか。いや、でも超知的な会話じゃないですか。いや、超知的な会話だと思ってるんですけど、だから頭悪くなってると思いますもん。その仕事やってた頃。よりも7年前より。いや本当に。でもこういう会話って俺大事だと思うんだよな。すげえ大事。息抜きっていうかガス抜きっていうか。そう、うん、ごめんなさい、僕のせいでちょっと脱線しちゃって申し訳なかったんですけど、ですよ、まあ、だからね、スローライフを送るのも入ってきたという。僕、いや違うんですよ、スローライフだけじゃまたダメなんですよ。これって面白くて、東京にいるから東京の地獄が見えてるからスローライフが夢になるし、スローライフが半分入ったら東京に帰らないといけないんですよ。うん、要はじゃないと両方の良さ、両方とも天国にしないといけないんで。だから僕いつも言ってるフリーコミューンっていう概念があって、作りたいんですよ。要は岡山でいいですよ、はい、国を作るんですよ、はい、でお金捨てろと、お金持ってくんなと、はい、もう裸になってもう原始人になるんですよ。で帰りたきゃもうゲートのところに服置いてあるからそれ着て帰れと。で要は何が言いたいかっていうと、イノシシ殺すんですよ、ニワトリ殺すんですよ、肉食いたかったら、米食いたかったら米植えるんですよってやった時に、米作るの超大変って気づくんですよ。まあ感謝の気持ちはね。で俺ら多分豚
とか可愛くペットに育てるじゃないですか。でも肉食いたいから殺すじゃないですか。みんなで泣くんですよ、豚見ながら。だから東京に帰った時に豚肉コーナーブワーって並んでるじゃないですか。肉精肉コーナー泣くんですよ。うわーって。そういう生活良くないですか。スーパーコーナーでうわーって言いながらこう豚をこういうのまだ入れてよし食うかっつって。俺は豚を殺したことは分かるよ、お米さん育ててる農家の気持ち分かるよっていう体験する場所で、もう本当に東京ダメだわ、こっちの方がいいわって言ったら住めと。あ、でもそれ必要な人間のユーティリティかもしれない。そうで、もしこっちを知ってお前が帰った時、お前はソルジャーだって言いたいんですよ。お前は今までは米便利、アマゾン便利、スーパーの肉うめえ、コンビニ便利、シュークリーム最高って。違うから、シュークリームなんかねえからこっちって。で、行き来してもらいたい。で、こっちに住み着いたやつはもうこっちの長として来たやつを厳しく迎え入れ、時に優しく。それで そこのなんかこう、そういうのなくないですか。なんか、あ、でもそう、それを作りたい俺は。あの島国じゃないですか、うん、でアメリカとか今ダニインディアンがいるか分かんないですけど、そうそう、インディアンいないですけど、そういうのはいる。なんかカーボーイみたいなのは、はい、大陸だから、うん、まあ、起こり得る、まあ、それこそフリーコミューンがあるわけじゃないですか、うん、あの USA にあるある、はい、だ日本にもね、うん、あってもいいかもしれないですよね、うん、あってギリギリ沖縄だと思ってるんですよ僕、うん、沖縄が限界だと思ってる。それでも沖縄もやっぱ先進国だから、もっともっとなんか原始的などんぐりをすりつぶしてるおばちゃんとか全裸でそれ最高じゃない。どんぐりゴリ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 やってどんぐりこねてるおばちゃんとかいて全然美味しくないよ、どんぐりのパンとかクソまずいなっつって、ごめん俺セブンイレブンのパン好きだわっつって帰るやつは超セブンイレブンのパンに感謝しながら生きると思うんですよ、幸せだって。でも生まれた時からセブンイレブンのパン食ってるやつは、うんうん、幸せとかねえからって。そう、うん、沖縄飼ってるヤギ、そう、屠殺する、潰すっていう、潰すの潰すの、うん、ヤギも豚も牛も潰すよ、うん、鶏も閉めるし全然、うん、人間は欲深いからいつまでたっても。でもなんか体験学習として、そう、全員その強制参加じゃなくて、そういう場所があったらいいかなと思うんだよね。もう、なんだろう。ネットもないみたいな、それこそ。なんかもう、太陽と水と、土と、お前がいるみたいな。わかんないけど。あと豚。うん。パプアニューギニア、住生活が一番理想か。あ、だからパプアニューギニアに行くのはでも難しくないか？パプアニューギニア行くの難しいだろう、そのやっぱり、うん、アホなんで、そのパプアニューギニアがどこか分かんない、僕も分かんないです。ゴージャスに行ってほしい。そうそう、分かんない、どんな国なのか想像つかないで。ですね、そろそろ寝ますか。あと12分でちょうど2時間だから、ちょっと18分喋っていいですか。ああもうどうぞどうぞ。ちょっとアイテムくれてんの？花火ゼロかよお前、こんだけいい話して、お前夢も希望もねえじゃねえかよおい、どういうことだよお前、楽しい楽しいってお前手抜くぞ頼むよ、チップちょうだい、お願いお願いお願い、チップちょうだいお願い、風船やだ、風船じゃ食えねえんだよ、花火ちょうだいよね、お願いだから花火ちょうだいね、花火ちょうだい、岡山でジーパン買いたいね、え岡山日本初のジーパン欲しい、ジーパンちょうだい、花火ちょうだい、なんで風船、ハート、花火師さん、ふん、ちょっとともちゃん風船やだな、んでもう32だよ俺、ちょっと花火ちょうだい、花火ちょうだい、なんでメガホンなんだよ、メガホン無料アイテムじゃん、ちょっといないの花火師さん、頼むよ、ちょ、金梅さんにさ1000発投げるんだったらさ俺に10発投げてよ、そんな1000発とかずるい、アイラに3000発とか投げんの、頑張るよもう、うん、花火師いねえな今日な、どうした、
いや、花、いや、違う、風船って1個 0.4 円だよ。ありがたいっすよ。でも風船10個もらって4円ってさ、それこそパプアニューギニアみたいな枠になってんじゃん。頼むよ、まあ、いっか。いいよ、いいよ。やめとこう。うん。はぁ、面白いね、でもね。いいね、岡山ね。社長面白いでしょ？昭和、面白いよね。とか言いながら、従業員50人、100人とかいるんだぜ、今。本当に。こんなこと言いながら、7年間経ったら、なんか、町のハンコ屋さんだったのに、一緒にフリーペーパーやろうっつってさ、同じぐらいだったのにさ、超稼いでんだよ。すごいね、もうね。片や小敷ですよ、片や小敷。うん。部屋の広さ、えぐいよ。ちょ、部屋の広さ見る？みんな。ちょっと探索していいっすか？マジで、ぐるぐる。ありがとう！大花火ありがとう！ 1000 円ゲット。よし。1000円ゲット。ちょ、いいっすか？ほんと。ちょ、探索しない？人の家。探索する？アラサー社長、アラサーおじさん、アラサー社長、ちょっと、社長の家見る？見たい人？社長の 13LDK 見たい人？従業員100人いるよ。だから、本当に成功してんだよ。だから、バー遊びだよ、遊び。いや、遊びだけど本気なんだよ。いや、超いいよね。わかる？この部屋の広さ。これ今、部屋の角から撮りますよ。うん。まずここ1、部屋1。じゃあ、花火一発ごとに部屋見せるっていうのどう？花火一発ごとに部屋公開していくってどう？俺も、ちょっと、お前らがそう来るなら、そう来るな、次の部屋、次の扉開けるよ、次の扉。あそこ社長の部屋だから、ダメだけど、行く？すごいよ。で、もう、正直ね、ここ、一部屋、住んでいいっすよって言われた。行く？いや、めっちゃ広いでしょ。ここで食ってたんだよ、ここで。この三脚あるでしょ。ここにベッドも引いてもらったの。だから、ベッドから取ると、この広さね。まず部屋1。部屋1。行くよ。いや、いいよ。行くよ。バイオハザード。電気がどこにあるかわかんないから。いや、すごいよ。だから、もう使ってない部屋、あ、怖い怖い怖い。使ってない部屋だらけなんだよね。ほらほらほら。ほら。部屋2。部屋2。部屋2ね、OK。部屋2。部屋2。部屋3。部屋3。これ畳でしょ？部屋3。OK。みんなカウントしていって、部屋3。部屋3 OK？ だってここ、俺の部屋、畳1、2、3、4、5、6、7、8。え？1、2、3、4、5、6、7、8。俺の部屋よりこれ広いわ。コメント、見えてる？みんな。コメント止まったけど。コメント止まったけど見えてる？見えてる？だから使ってないんだよね。見えてる？あれ？なんでコメント止まった？電波ない？見えてる？うん。俺この部屋で十分でしょと思うんだけど。すごいよね。じゃあ戻るよ。見えてる？ちょっと人の家怖いから。これ何？ここになんかある。これなんだ？これトイレ。トイレだ。ここにもなんかあるよ。これ何？これ何？このボタン。これ何？これ何？これ何？エレベーターじゃん。エレベーターあんの？待って待って待って。家の中にエレベーターあんの？嘘。エレベーターじゃん、これ。うわ、エレベーターあるわ。いや、トイレ。ここトイレだった。トイレ。で、これなんだと思って光ってたらエレベーターじゃないの、これ。エレベーター。これエレベーターでしょ。ほら。これエレベーターじゃん。怖っ。部屋の中にエレベーターあんの？次行くか。おお、怖い怖い怖い。やめてくださいよ。トイレの調子が悪いんで。なんで？トイレの調子が悪い。あ、うっすうっすうっす。エレベーターあんぞ。一応エレベーターあります。ただ最近乗ってないんで。
持ってみていいっすか。まあ、あの落下してもよければ、はい、やだわ。落下してもよければっていうのが分かんない。ゴルフクラブ、社長はだからさっきの部屋の奥、こっちがお風呂、ほら、うん、そうで、サウナがあるんだよ。これサウナだからね、これこれサウナ、ここお風呂、お風呂の広さよ。お風呂ここにのりこ住めるでしょ。でここサウナ、ほらほらサウナ、ミニサウナで、皆さん今部屋何個だった？浴槽、サウナで、社長の部屋、上に4つあったのか部屋。ちょっと待って、数えてる？いや、だから1部屋あげますよって。ちょっと待ってね、戻ってくるわ。やばい、これもうほんとあそこに部屋が1個あんのよ。あそこに、あれが社長の部屋なの。1,2,3,4、4にちょっと延長します。延長するんで相手もお願いします。延長します、延長します。いや一人暮らしだよ。じゃあ行くよ。4部屋カウント OK。 エレベーター、トイレ2つ、お風呂、サウナ、4部屋ね。下行きます。でこっち側は従業員の方の部屋だって言ってたんだけど、従業員の方が住んでるらしいんだけど、お、いやプリンセスガーデンなんて、どこに電気あるんだ、あれどこだ、どこだ、え電気どこ、あ電気どこだ、電気どこ、電気どこ、怖いわ、え電気どこ、電気がない。ちょっと待って、ここ部屋がね広すぎるんだ。あ怖いな。簡単に言うと3階建てなんだけど、ちょっと怖いから帰るわ。ここ3階なの分かったでしょ。3階建てで上だけで4部屋あんの、やばくない？もう怖いから帰ってきたわ、うん、よし、ただいま。なんか怖い、広すぎてもうバイオハザードみたいになってんの。館なんだけど、マジですごいでしょ。いいなぁ、13部屋いいなぁ、やばくない？いやいいよね、この広さだよ、この広さ、この広さだよ、超羨ましいんだけどこれ、うん。なんかおぼっちゃまくんだよね、おぼっちゃまくん、いいわ。怖い、怖かった、ちょっと怖かった、うん、広すぎる。ていうか下病院なんだよね。診療所だから結構怖かったんだよさっき。でもなんか結構霊的なものを感じる人で、いいオーラがすごい流れてるっつったよ。うん、俺も頑張ろう、俺も頑張って一軒家手に入れよう。でもなんかいいよね、こう知り合いがさ成功してると気持ちいいよね、うん。おお、大花火ありがとうね、うん、うん、なんかね刺激になったわ、なんか、うん、すごいよな、頑張ろうぜ、頑張ろうぜっていうか知らねえわって感じだよね。お前が勝手に頑張れよって感じだよね。社長いい顔してるでしょ、昔から変わんないの。一人で 3LDK、 13LDK、 そう、うん、うん、人を引きつけるでしょ。だからね昔からああいう人だった、もう、うん。でもうすごいのよ、もう語ってないエピソード、配信外で語ってるエピソードとか
いっぱいあったんだけど、やっぱすごい、やっぱすごい、もう面白い。そう、孔明さん覚えてる人いる？この中で孔明さんって覚えてる人？あの社長、俺をその千葉スタイルの時事務所貸してくれた孔明さんって、昔よく配信出てたの覚えてる人？あの交通事故で3週間意識不明でさまよって、あの臨死体験した社長、覚えてる人いないかな？いや、ニコ下だぜ、バー来てた人知らないでしょ。昔からね、ニコ生から知ってる人は孔明さん懐かしいっていう人いると思うんだけど、ニコ生の特、ニコ生の時覚えてる人いる？みんな覚えてる人手挙げてよ。孔明さん、そうそうそう、千葉スタイルの YouTube、 あの人が要は俺とこの社長を引き合わせてくれた人。面白いでしょ。で、孔明さんも死にかけた、俺も自殺寸前まで追い込まれた。で、社長も社長も実はこの7年間で紆余曲折あって、もうとんでもない借金背負って、今それが全部返済終わって成り上がってんの。すごくない？孔明さんがだから全部きっかけ与えてて、で、そのなんつうの、もうとんでもない時にその300万の事業資金、これで不動産やれっつって独立しろって言ったのが孔明さんなんだって。で、その不動産のお金、不動産会社がうまくいって、孔明さんってお金返しに来ましたっつって、ありがとうございました、命の恩人ですって言って返しに行ったら、あ、その金いらないっつって、あのだったらその金で社会貢献事業やれっつって、そのなんつうの、その今やってるその福祉関係、要は障害者の方とかをそのなんつうの、働く場所を提供するっていうのを今もう何店舗もやってんの。すごいでしょ、孔明さん。そう、だからあの人やばいねって俺らでさっき話してた。いや、だし実はパワースポットのじゃあ温井さん覚えてる人いる？店長、あの今だから懐かしいってなると思うんだけど、赤坂のパワースポットの店長の温井さん覚えてる？覚えてる、覚えてる人いる？覚えてないかな、みんな。赤いさ、赤坂でバーやってた時のさ、店長、よく急に話してる時コクって寝ちゃう人いるでしょ。その人はあのパワースポット潰した時に1500万借金背負ったんだって。で、さっき映ってた荒沢社長のところで従業員で勤めてたの。今新宿で数億円稼いでるってすごいでしょ。だからみんなその30代でその仲間内がもう死にかけ、俺はなんだろう、もう死にかけて、あの孔明さんは交通事故で死にかけて、あの授業で社長も死にかけて、温井さんもパワースポットで死にかけてっつって、すごいよね。なんか社長も孔明さんも温井さんももう大成功してるってよ、とんでもなく稼いでるって。面白いよな。なんか人って分かんないよね、どうなるか。予想以上の圧倒的な借金は、いやもう辛かったってよ。うん、いやでもかっこいいよな。なんかな、どうする、もう30分雑談続ける？うん、次は和道の番、配信頼むよみんな。うん、君たちにかかってるから人任せっていうよいしょ。いやーでもね、いいよね、いい刺激になるよね、こういうのって。すげえなんか夢をもらったよ俺は。今日はあのベッドからマットレス持ってきてもらって、ここにマットレス引いてくれた、ここに寝床がある。そう、えっていうか岡山のリスナーさんいるの？こん中に。明日イベントやるんだけど飲みに来る？孫さん前で借金するらしい。彼は数百兆円だって、
世界一の M&A が当時ソフトバンクが何だったっけ、ソフトバンクがボーダフォン買収する時の2兆円ってあれほとんど借金じゃなかったっけ。1兆円もなんか資産どんどん売却して作った金で、半分は確か佐々木さんだっけ、佐々井さんだっけが銀行の頭取やってた人がかき集めた1兆円で、当時世界一の買収劇だったよね。岡山の人もしよかったらフォローしてください、世界の花火さん。明日岡山で社長が新しく出したバーで今日も飲んでたんですけど、そこでオフ会やるんで、ワンコインバーなんですよ。もしよかったら飲みに来て。で、社長すごい気さくな人だからさ、面白いよ。なんつうの、行ったり来たりだけど、あれ、のんちゃんから電話かかってきてるな。ちょっと待って、今ツイッター出すよ。みんなフォローして、ちょっと岡山でさ、へそ盛り上げてよ、へそ。岡山の人は。ここをさ、なんかさ、志のある人とか夢のある人とかさ、なんかこう追っかけて、これフォローしといて、これが社長が出したバーだから、岡山の人ちょっと注目しといて、うん、へそで、ワンコインバーでフードもドリンクも500円でチャージもなしでってワンコインバーやってるから、ぜひよろしくお願いします。寝るか、そろそろ。どうも、ジョージャクさんいらっしゃい。嘘、正規橋だよ、正規橋。明日のね、俺はね8時半ぐらいにいる、8時半ぐらいから夜までいるから、飲もうよ、もしよかったら。ジョジョクちゃん、風船ありがとう、アイテムありがとう。普通の借金で動かないやつも命かかった借金命かけるしかなくなるからな、成功する確率上がるような。まあもう本当に本気でやるんだろうね。岡山城、いやだって俺岡山城、いや正規橋北区、うん、岡山城近いのかな、分かんない、俺土地勘ないから。うん、歩いたら岡山駅から30分っつってたけど、うん、どうなんだろう。正規橋駅、路面電車の目の前、岡山編いいっつうか人だよね。岡山がいいっていうのもあるけど、やっぱ荒沢社長がいいから、うんうん、嘘、ウギギさんいらっしゃい、初見さん、どうもです。明日バーでオフ会やるんで、皆さん集まってください、岡山リスナーさん、岡山の配信者の方とかもぜひ集まってほしいですね。明日コスプレイベントってやって、コスプレで来たお客さんはもう採算度外視で、オープンラスト1000円だっつってたよ、1000円で飲み放題っつってたよ。コスプレで来たお客さんは1000円でオープンラスト飲み放題っつってた。荒沢社長いいでしょ、人柄が。だからそのなんかさ、生主にも面白い人いるんだけど、やっぱ実業やってる人って社長さんとかオーナーさん狂ってる人多いんだよね、面白いんだよねやっぱ、うん、普通じゃない発想するから。だからうまくいく人から俺も学ばないとな。うん、でもあれだよ、シルバーのプレゼントとかもバーでしてきたよ。なんか今日出会った人はね、バーで紹介していただいたんだけど、イタリアでデザイナーさんを抱えてイタリアでブランドを起こすって言って、シルバーのアクセサリー、ダイヤモンドのアクセサリーやってる人で、で配信外でずっと話させてもらってたんだけど、なんかなんだ、イタリア来なよ、和道くん、イタリアおいでよっつって、案内するよって言ってくれた。
魅力的だよね、すごく人のパワー、面白い人がいっぱいいて面白いよ。なんか花粉やばくない？なんか目が痛い。80億すげえな、80億ってすげえな、とんでもねえな。80億か、何したら80億の借金背負うんだろうな、すげえな。まあ、借金は常にした方がいいよって、資本主義をうまく使うんだったら絶対借金した方がいいよね。あ、フォローありがとうございます。みんなフォローありがとう。いいなと思う人の真似はしない方がいい。まあ自分らしくだよね、自分らしく。ああそうなんだ、ありがとうヒトラーさん。うん、ヒトラーさんも超いい人で嬉しかったよ、ありがとうね、運転していろいろ案内してくれて。まあ真似はダメだよね、やっぱ自分らしくね、自分の持ち味を最大限に生かしてやっていかないとね。っていうかさ、達彦とのスパーリングで足首治んねえんだよな、かがめなくなっちゃったんだよ。何なんだろうこれ、3日で治ると思ったんだけどね、屈伸ができなくなっちゃったの、ピキッピキッって動いて。何だろう、どっか筋いったかな。いや、達彦がさ、ゴロンって蹴っ飛ばすやつやったじゃん。足払いみたいな技。頭から落ちたじゃん。あの時の足払いが結構、痛めたっぽくて、なんかね、踏ん張れなくなっちゃったんだよね、右足。あのね、普通に踏ん張ることはできるんだけど、これができないの。いてててて。ピキっていうの。体超硬い。超柔軟性ない。ガッチガチだね、体。体硬いよ。てかマジでドルさん復活しねえな。深夜と帝王どうしたよ。マジでね、だんだんね、なんかネタじゃなくてね、本当にね、大丈夫かって思ってきたな。ドレさん元気なのかな。そろそろ今度電話してみっか。大丈夫なのかな。見てもらった方がいいかな。もうちょい様子見るわ。なんかでもなんか変な突っ張ってるとか骨痛めてるとかじゃないんだよね。おお、アンコールワード2、どこ行ってたの？超面白かったよ、さっきの放送。明日何しようかな。いや、一発かましたらっつうか、普通に心配だわ、もうここまで来ると。本当に引退するんじゃねえかなと思って。いや別にドレさんが引退もう配信やる気ないって言うんだったらいいんだけど、いや本当に何か本当にやめるんじゃねえかなっていう。まあやめる、本人がやめたいんだったらそれでもいいんだけど、幸せだったらそれでいいんだけど、いややめた、
やってたけどね、うん、なんか時間がもったいねえからやめた、うん、そうだからギャンブルするぐらいでさ 2,3 万するんだったらさ片道切符でさこうやって地方に出て配信してた方がよっぽど得だよね、人生経験も人との出会いも。うん、あさっては大阪名古屋って行くからなんかすげえ面白い。やっぱ人だよね、人生なんか人運いいから出会う人の運半端じゃなくいいからとにかく人と会いたいね。いい人ばっかりなんだよね俺、出会う人出会う人本当に人の運恵まれてる。なんかすごい人ばっかりなんだよ周りにいる人。本当なんか出会いの運は半端じゃないよな。なんか超勉強になるもん。なんかみんな踏ん張ってるし、いや楽しいね。なんかエネルギー強い人にエネルギーいいエネルギーもらったって感じだね。パワー強い人といるとパワーがやっぱりすげえもらえるっていうか、うん、金貯めよう。旅はいいな。旅してさやっぱいろんな人に会いたいよ。日本中にすげえやつすげえやつと面白いやつどんだけいるのか知りて、うん、いい人ばっかりだよ、うん、いいでしょ、うん、いい人オーラ半端じゃないでしょ。なんかねすごいよ。なんかねなんか特徴があってうまくいってる人ってなんかね見え張らないのとあとね悪い時悪いって言うのよ。悪い時悪いってちゃんと言うので、なんか俺とかそうじゃなくて悪い時隠そうとするっていうか喋れないんだよねやっぱ弱ってる時とか。そう悪いのを悪いって認められない弱さみたいなのが俺にはどうしてもあるから、なんかね調子が悪い時とかうまくいってない時にうまくいってないなーって言えるようになんないダメだなと思う。本当にありのままでうまくいってる時別にうまくいってるって言っていいと思うんだけど、うまくいってる時だけしか俺言わない傾向があるからなんかその辺うまくいってないのも楽しめるようになんないとなーとか思って、そういうのは最近感じるかな。うまくいってない自分も認める、スタートラインに立つために、うん、強がっても意味ないからね。だからそういうなんか心の強さみたいなものを今後は手に入れていかないといけないかもね。見え張ると絶対に必ずボールを出るくるとき、お結局大恥ずかく。俺はね、見え張るタイプじゃないのよ。弱いときに隠すタイプなの。ね、見えは張らない。俺はどちらかっていうと、うまくいってるときだけ調子乗るタイプなの。で、うまくいってないときは塞ぎ込むタイプなの。だからね、なんかこうなんつうんだろうな、もっと弱いときもさらけ出せるような強さが欲しいよね。タフさが。俺今うまくいってねえわみたいな、うん、見え張ると必ずボロが出て大恥かくのはもう俺は佐野智則から学んでるから大丈夫。配信会の巨匠がいるから、うん、ゆいがさんと佐野智則さんがいるから、極大ブーメランを極大ブーメランを
自ら受け続けるっていう、あれは無理だよな。もうあそこまで行くと芸風だからね。見え張ってもダメだよね。ありのままだよね。やっぱり結果は受け入れないとね。結果は確かにヤバゾーの言う通りだよ。いやー面白い、いいな岡山。でもなんか九州の岡山まで来るとさ、俺さ、俺本当にびっくりしたことがあって、博多博多っていうじゃん、玄関博多博多。俺博多って前回四国から入ったからフェリー乗ったから博多に行ったの。だからとんでもなく遠いところだと思ってたけど、新幹線って博多につながってるっていうのが俺の中で衝撃だったの。岡山の次に広島行って、広島の後に博多に行くっていうのを知らなくて、えってつながってるのとか思って、飛行機じゃなくて博多から東京来れんだ一本でっていうのが俺の中の衝撃なの。知ってたみんな。いや俺本当に興味ないこと分かんないから、博多から東京とか上北海道まで行けんのかな新幹線で。なんかね日本って狭えなみたいな。さすがにさ沖縄はさ飛行機飛ばないといけないけど、それでも沖縄行った時なんかさ1時間2時間で着いたわけじゃん。えそんなもんじゃなかったっけ飛行機で。知ってたみんな今年まで、え札幌まで繋がってないよね、大丈夫だよね、行けるんだね。だからこっちおいでよって言ってくれたリスナーさんがいて、何言ってんのフェリー乗れっつってんのとか思って、博多来いよとか福岡来いよとか何言ってんだろうと思ってて、頭湧いてんのかなって思ってたの。頭湧いてんの俺だったんだよね。だ日本ってどこにでも行けるから、なんか国内超楽しいとか思って、なんかバスでも何でもさ金なくても行けるしさ、ヒッチハイクでも行けるしさ。青森からはどうやって行くの、青森からは、青森から北海道まではどうやって行くんだ、夜行バス夜行列車。なんか面白いよね。ただねちょっと電波弱え電波が恐ろしく弱い、そこが問題。ちょっと電波問題がねあるからね。鹿児島まで行けるんだ、へえ。なんか旅してえな。だからそれこそさ、あのまあ今は亡きカオス先生なんか世界中でこれをやってるわけでしょ。だから俺は今さ博多と東京がつながってることを今日知ったんだけど、カオスの感覚って多分インドとか世界中のさ旅人ってさ、世界、まあアンコロとかもそうだと思うけど、もう世界中がつながってるんだよ。その感覚っていいよね。特急で札幌まで行くんだ。なんかね意外と地球って狭いんじゃねえかなみたいな。いやカオスどうしたんだろう。いやマジでみんなも知らないの、俺ヤバゾーは連絡取ってんのかなとか思ってたんだよね裏で。結構カオスヤバゾー好きだったから取ってないんだ。いやカオスとねドレさんはちょっと心配だよ。国境越えはなんか気持ちよさそうだよね。世界が小さくなってくっていうか、 It's a small world だよね。フォローありがとう。いやだからなんかやっぱねイタリアおいでよって言った時、イタリア行けるような心のタフさが欲しいよね。大丈夫かカオス。なんかさすがに俺カオスに会いたかったからなんか心配だよね。まあでも旅人っつうのはそういうもんかもな。砂付近だからな。卵味噌がフェリー乗るって言ってた。卵味噌なんか今日チャリめちゃめちゃ漕いでんの新幹線の中で見たな。えフェリー乗ってどこに行くのあいつは自転車で旅するんじゃなかったの。うん、女の私でもハマってる配信者ね。仙台？あいつだってなんか新宿で会おうとか言ってなかった？仙台までフェリーで行って仙台から新宿に来んのか。茨城？結構ワープするなあいつ
なんかさ、あいつさ、自転車の旅でさ、なんつうの、行くって言ってた割にはさ、札幌から仙台から自転車で行くってだいぶワープしてない？茨城なの、しかも。それリスナーは許してるの？帰りもワープすんの？おわかなりワープすんな、あいつ。あいつルーラー覚えたのか。それって別に自転車でやる必要あるっていうレベルじゃない？それ自転車旅じゃないでしょ。あいつ舐めてんな、配信。卵味噌甘えだよね。兵庫も行く？いや、兵庫がゴールでしょ。兵庫がゴールって聞いたよ、俺。違うのかな？俺は兵庫がゴールだと思ってたけど。いや、ワープはダメでしょ。何一生懸命チャリこいでる絵だけ稼いでさ、尺だけ稼いでさ、ワープとか許されねえから。ヒカル君見習えよ。いいよなあ、あれで花火爆投げされてんだもんな。ふざけんじゃねえよ、本当に。体張れや、若手のくせに。最近の若手体張らねえかんな。じゃあそろそろ寝るか。あと9分で終わり。寝るわ。明日も明日で楽しもう。明日なあ、リスナーさん会いに来てくれるかな。楽しみだな。どんな人と出会えるか楽しみだな。みどり丸さんおやすみ。いつもありがとね、みんな。いやでもね、本当にね、俺本当にみんなに感謝してるよ、マジな話すると。うん、みんなが支えてくれなかったらこういうことできないからね、マジでありがとね。本当に日本一周歩いたんだ、すげえな。へえ、その話明日聞かせてよ。ありがとう、ハムカツさん。うん、バカありがとうね。もっともっとなんかいろんな人に出会っていろんなワクワクをこう吸収していきたいね。なんかこう世界は広くて遠いもんだと思ってたけど、岡山がだいぶ近くなったよ。岡山も北海道も行きたいな。いろんな行きたいところ出てくんな。なんかさ、潰していこうよ、配信 YouTube にアーカイブ残して。すごいいっぱい吸収したね。いい気をもらったよ。いいエネルギー気をもらった。多分のんちゃんは激減らってるのは予想してるけど、のりこ頑張れだよね。多分今のりこ激減らだと思うから。北海道、そっか、アンコール北海道か。のりこが心配で激減ら。うん、のんちゃんに最後電話してみる。のんちゃんに、のんちゃんに電話しようか。最後エンディングトーク、エンディングトークしよう。出るかな。はーい。もしもし。はーい。減らってる。うん。大丈夫、元気、いい子。うん。いい子だよ。いい子、元気ない、大丈夫？お留守番大丈夫？うん。どうしたの？いい子にしてる？うん、してる。大丈夫？のんちゃん、俺も頑張ってるから、のんちゃん頑張んないとダメだよ。うん。うん？予定が決まって、うん、明日イベントやって、で、うん、明後日で名古屋大阪、うん、うん、そんな感じ。うん、オッケー。うん、うん、いい子にしてるんだよ。はーい。はいよ。
リスナーさんに言いたいことなんかある？ないないか。じゃあ、あの岡山のリスナーさんに一言。うん、え、わかんないわかんないか。わかった。おやすみ。うん、おやすみ。やっぱり落ち込んでるね。元気ないしょぼんのりこだったね。のりこ率高いよね。やっぱりのりこはしょぼんとしてたね。雨 90% かよ。え、明日倉敷行こうと思ってたんだけど、雨だったら無理じゃない？お、ごめん、雨だったら倉敷今度に取っておこうか。倉敷行けねえよ、雨だったら 90% な。配信機材やられちゃうから、パソコンもやられちゃうから。雨の日はごめん、ちょっとおとなしくしてるわ、雨降ったら。まあ 90% だから無理だな。お店で飲むの集中しよう。ヒトラーさんありがとう。そいつはダメだわ。でもなんかご当地のものっていいな、なんかいっぱいあって。ご当地ジーンズ、日本ジーンズ発祥の地っていうのもいいよね。なんか一本いいの欲しいな。今じゃネットでも買えるんだろうけど、やっぱ手に触って見てみたいっていうのあるよね。いや食べてない、きびだんご。だからきびだんごあんまりおすすめじゃないって言ってたんだよね。地元の人あんまりまずいまずいって言ってて、むしろなんか桃太郎を押すのやめてほしいって言ってた。なんかぶどうと桃と、なんかラーメンはね、なんかすげえ地元の人がおすすめするラーメン食ったよ。あとでツイッターにあげるけど。てかもう4時かよ。こんな生活やってたら頭おかしくなるわな。いやきびだんごそんなでもないって。これがうまかった。なんだっけ、ひさきゅうだっけ。ごまラーメン食ってきた。ごまラーメン、ごまラーメン。これなんていうの、岡山リスナーさん。唐揚げとチャーシューおにぎり160円がすごかった。美味しくないんだやっぱり。みんな言うよね、美味しくないって。サンキューか、サンキューがうまかったね。サンキュー、うん、サンキューうまかった。何言ってるから、知らない、そんなあんの。何言ってるから分かんないラーメン屋とかあるんだ。ちょっとね味が濃いっつうかね、塩分強めでしょっぱい感じだったんだけど、うまかったよ、うん、なんか味がしょ、塩っ気が強いね。へえ。俺の心のマップの中に岡山の良さがいっぱい入ったからいいね。岡山押してこう。仙台も良かったしね。茨城行ったでしょ、仙台行ったでしょ、福島行ったでしょ。どこまで行ったんだっけ、上福島までだっけ。でこの前群馬行ったでしょ、沖縄行ったでしょ。で明日大阪名古屋行って、四国も行ったな。徳島、うん、岡山いいね、モイストね。おい、ワドツー、ナルチョ終わりだけどね。キムチラーメンのお店なんだ。珍百景に出てんだ。うん。いやー、いいね。地方いいね。うん。オツニアンだね。オツニアン。北海道も行かないとね。北海道はね、リスナーさんめちゃめちゃ多いんだよね。うん。村スズメか。倉敷の名か。じゃあ皆さんありがとうございます。明日も岡山で配信します。もしよかったらフォローしてください。いつも応援ありがとうございます。 Twitter の YouTube もアーカイブが残るので、ぜひぜひよろしくお願いします。それじゃあ皆さんおやすみなさい。卵味噌に会いに行くってどういうこと。俺新宿済みだから、あいつが新宿に行くから待ってろって言ってたよ。おつでーす、ありがとう、グッドラック。ああ、ありがとうね。ハートありがとう。アイテムありがとう。
美観地区明日行きたいんだけど、あの雨らしいんだよね。雨だったらおとなしくするわ。また来るよ岡山。うん、肉まんありがとう。おやすみ。